鴨志田セブンとゆゆから21時のむちゃくちゃ、よっしゃ始まりました。ボリューム4、はい、わー、ね、早い、来ましたよ。一回確認取りましたね、ボリュームいつかね。そう、一回確認取ったことです。通算5回目の放送ですよ。うん、そうですね、ボリューム0から始まってあっという間ですけども、毎月第2月曜日、うん、21時よりここ高田馬場ジェットロボットからお送りしております、うん、ゆうこ、はい、あ、カモシラセブンというこの21時のむちゃくちゃ、はい、ということで、あのユーストリーム番組ではあるんですけども、ユーストリームをご覧の方は、あの右側の方にあのツイッターのページが出てますので、出てる出てるよ、うん、そこからあのログインしていただいて、うん、コメントしていただくと、うん、私たちとあの会話とか、ね、そうですね、どんどんコメント欲しいですよ。いろいろ、はい、来ますので、会場も直接見に来れますので、そうですよ、まあ、今日はね、あの雨がねすごいんで、ね、はい、あれですけども、ちょっとした無観客試合ですけどもだからこそコメントが欲しい。そうだ、見てる方はコメントくださいよ、ね、はい、うん、さっき告知めっちゃ焦ってましたね。いや本当にいやね、僕はこの間この前がライブだったのよ、うん、で結構余裕持たしておいて告知するために、うん、はい、スマホの電源をね、うんうん、で 40% ぐらい残ってたの、うん、でここ来る途中にじゃあ告知しようかなって思ったら急に電池ゼロになって40から40%から、うわーって思ったら予測してないからさ、うん、だから緑なんか緑になって、うん、赤になって、うん、ゼロになるとかだったのよ、うん、で緑からいきなりゼロにされちゃうと、うん、もう危険信号もなんもねえから、そうですね、回避できない。そう、だからもう慌ててゆうこさんに代わって、うん、借りてね、スマホを、うんうんうん、でもうログインして、うん、それはちょっとゆうこさんの個人データを50個ぐらい見たけど、なんじゃそりゃ、やめてくれ、おっしゃったよ、うわあ、すいませんね、ライブの後なんでもう若干テンションが変なんですけど、ね、仕事終えてから来てる感が強い。そうそうそう、うん、今日でも三茶で三軒茶屋お笑いライブっていうのがやってて、はい、深町はじめくんっていう元芸人の子が、はい、まあ、主催でやってる三軒茶屋唯一のお笑いライブっていうのがあって、うん、三茶シャレナードホールっていうところでやってるんだけど、これは区の施設で、はい、ちょっと変わってるのよ、その条件が、はい、だから、うん、区の公民館会議室みたいなところでやってて、うん、で、その条例で30人以上入っちゃいけないのよ、うん、だからお客さんもまず30人以上入れないっていうのと、うん、あと演者も含めて30人だから、うん、お客さんが入れば入るほど芸人がどんどん少なくなってくるっていう仕組みなの、うん、そうだからそれで調節しながらね不思議な、結構いっぱいになるからエンディング全員集合とかできない、ね、そういうすごい、そう面白いライブ、うん、ぜひ皆様、しかも無料なので、うん、無料で、カンパ制なので、うん、面白かった分だけ入れてほしいっていうライブなので、うん、まあ、来てくださいって感じですね、うん、毎月やってるみたいなんで、うん、今日ね、お酒も飲んじゃって、うん、そう、もう軽く打ち上げ気分ですね、うん、そうですね、はい、乾杯、お疲れ様です、ね、イエーイ。まあでもね、そんなお酒飲んでね、うん、このなんかやってるってプロとしてどうなんだみたいな人の意見があるでしょ、うん、だから僕はこれね、そうですねって言いましたけど、まあ僕はこれ嘘ですって言います。僕はだから松竹のね、偉い人とか見てお前酒飲んでなんかやったらしいなっていうことになるのが非常にあるらしいので、まずそもそも酒飲んでないし、これ梅ジュースなので、うん、あ、そう、梅ジュース、梅ジュース、ゆうこさんもね、これ子供ビールなのでそうだよ、はい、懐かしのね、うん、そうちょっとね、このラベルだけじゃ後ろにしましょう。あ、そうそうね、これね、飾り飾り、そう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 、そういう感じになってますんでね子供ビールとね、梅ジュースでね、楽しくやってますよ、うん、イエーイイエーイダメだろこれ、もう25過ぎた大人はもうイエーイって言っちゃダメなんだよなんでなんで、いい言葉じゃないですか、私はいいと思うけど。いやね、ここ最近の近況として、はい、ゆうこさんから聞きましょうよ、はい、いいやつあるでしょ。いや、近況はありますよ、うん、ね、髪をね、切った、そこかい知らんがな、ありがとうございます、ベタなやつね、ベタ中のベタ、ありがとうございます、ツッコミありがとうございます。いえ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 、そうですね、実は、うん、CD ができました。よっしゃー、イエーイ、イエーイ、これは本当にイエーイだよ、はい、10月、うん、23日リリースしまして、はい、うん、その前に16日から私東北、うん、山形、福島とツアーに行ってて、うん、ね、すごい、そこで先行発売っていう形だったんですけども、うん、今日ここにちょっとちゃっかり飾ってるんですけど、いやー、これはもう飾っちゃいましょう今日ね、大々的に、はい、うん、スペシャルですね。そう、やっとこのユーストリームとかを始めて、うん、やっとですよ、ちゃんとこう自分の持ち物ができて、うんうん、こういう風に今流れてる、あ、これもゆうこさんの、はい、そうなんですよ、ジェットロボットさん大変お世話になってるんですけど、うん、いいっすね、そうなんですよ、でね、ポスターも作らせてもらったんです、イエーイ、これなんかみんなに、え、
本物っていう。いやこれそうね、だいぶこれ加工されてますよね。そうそう、でもこれ加工っていうか、まあ、ちょっとしてるけど、うん、あれなんですよ、あのガラスに映った私なんで。ああなるほどね、反射してるというか。反射してる私を映ってる。ははこのぼやけとかも加工じゃなくてナチュラルなもの。反射してるってさ、素朴な疑問なんだけどさ、はい、反射してるってことはカメラが映ってるはずじゃないの、はい、そう、あこのっちの外側にカメラがあってってこと。そう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 、ね、こうより私が寄りかかって、はいはい、そこからこうと全体で撮ったやつを切り取ってってことなんだね。そうそう、多分そうだと思います。なるほど、はい、そうなんですよ。 CD のね、こっちの方は、うん、あのゆうこさんだなって分かるんですけど、うんうんうん、やっぱポスターは加工してますよね。ちょっとそう、そうかな。なんか色もね、 CD はね、分かるのよ、うんうん、なんかねすごい言われるんですよ、いろんな人に、うん、そう、そうね、そう、って言って、まあそれをネタにしてね、まあどっちにしたってね、綺麗なんだから加工の必要ないってね。そうですね、うん、する必要がないってねってやつだよ。そうそうそう、そうなんです、そうなんですとか言って、うん、で CD ができて、うん、あのちょっとツアーの話をしてもいいですか ね。もちろんもちろん聞きたい。あのね、私地元が宮城県出身で、うん、私はあのシンガーソングライターとして活動してるんですけど、うんうんうん、あの地元宮城1日目、うん、来まして、うん、あの地元の友達だったりとか、はいはいはい、お父さんお母さんが来てくれたりとかして、わーいいね、地元感あるわ。そうなんです、それで友達とかもすごいもう感動してくれて、うん、なんかこんなことやってますこの子みたいな感じで、ツアー終わった後とかにこうブログとかそうアップしてくれて、いい、ね、まあ、すごい人たちに恵まれたなと思って、やっぱりね、あのツアー行くと毎回思うんですけど、うん、地元とか行くと頑張ろうってすごい思って、うんうんうん、でもうすごいそういうなんかこう感謝の気持ちというか、いろんな気持ちでいっぱいになって、うん、ますますこう頑張ろうっていう感じだったんですけど、うん、でなんかこうで夜もなんか打ち上げみたいな、はいはいはい、地元でね、はい、友達もみんな来て、はい、はいはいはい、して、で、ライブハウスでも飲んだんですけど、うん、その後帰って、うん、私の家で、お、いいね、みんな家族のみ、それとも友達も呼んで、あ、家族と、あとツアー何人かで行ったんで、うん、そのメンバーと、メンバーとで、はい、行ってきてですね、うん、お父さんにどうだったって聞いたら、うん、まあちょっとは聞けるようになったかなっていう、あの言葉が入ってきて、もうすごいもうちょっと泣きそうになったんですけど、まあね、うん、まあぐっとこらえて、いい話さ、そうなんですよ、本当に来てくれた方感謝で、うん、なんかね、いろいろ山形、福島も行ったんですけど、そうだね、他県回って、うん、さらにそこから、はい、山形、福島のツアーはソロじゃなくてこう、また別の人とみたいな感じなんだろう。あ、回ったのは、東京から行ったのは同じメンバーなんですけど、うん、まあ、その土地土地で、対バンの人、あーなるほどね、地元のね、地元の人がいて、うんうん、そこでまた出会いもあったりとかして、いいね、そう、山形の人がですね、うん、なんか今度、こっちに逆に来てくれる、東京に上京するんだね。そうです、1月14日に、うん、ここで対バンするんですよ。おー、いいね、前とお返し対バンみたいなことだね。そう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 、素敵があって、うん、そうなんですよ。で、そのツアー終わって、うん、1月23日ここでワンマンライブを来た、皆さんこれ来なきゃいけないやつだよ、これワンマン、そう、私も行きますからね、これは、うん、もう終わったけどね、そうだ、23の話だね、10月23、10月23、ね、リリースのやつだね、ごめん、ちょっともう疲れてる前回のライブの時も聞いたし、告知してるわ、うん、23のワンマンの話は。そうなんですよ、何を俺言い始めたんだ、急にってことだから、これは、うん、本当に。それで、まあここでやって大成功で、うん、終わって、今はもう CD いろいろ羽ばたかせてる状態なので、うん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 、ぜひ皆さんね、ここからどんどん、ちなみにご購入の際はなんかこのサイトとかで買えたりとかもできるの？あ、これは手売り、今のところ手売りになるんだね、手売り限定なので。なるほど、あ、ライブに来て、うん、ライブに来ていただいて音源を買うと、はい、まあ、いう形でございますね。で、まあ、おジェットロボットさんのサイトでも買えるらしいんでね、はい、これはもうぜひと、ね、はい、うん、あと各地元のライブハウスとかに取り置きとかも貸していただいたりするんで、うん、まあそういうところで地方の方とかは買っていただく形になります、うん、なるほど、はい、そうなんですよ。他県の美味しいもんなんか食べた？山形とかさ。あ、食べましたよ、いっぱい。何よ、まあ、山形とか美味しい。山形はなんか朝、うん、酒田市ってとこなんで、海がもう近くて、うん、なんか朝市みたいなやってるところがあって、朝何時が8時ぐらいでしたっけ、8時ぐらいかな、うん、お昼か、お昼ぐらいか、うん、よく寝てんなおい。あ、そうそうよく寝て、よく寝て、絶対打ち上げでしょ酒でやられて昼に起きたやつでしょそれ。そう、それで、うん、朝行って、うん、漁港をこう海を見ながら、うん、あれ海鮮丼とか食べる。うわー、いいやつだー。そうで、お土産とか買える場所とかもあって、その海鮮丼がね、うん、美味しいんですよ、やっぱ。いや、めっちゃうまい、うん、海が近いところの海鮮丼またすげえうまいんだ、うん、うまいんですよ。それで食べて、うん、お土産も、お、
ぱい買ってきたんですけど、はいはいはい、あの私にもってことだよね、それはね。そうそうですね、あの鴨志田さんにも買ってくると思ったんですけど、うん、けど今日忘れちゃった、うん、ふざけんじゃないよあんたはいつもそうだよなんか持ってこようって言ったら大体忘れんだよあんたは。俺の誕生日プレゼント3ヶ月後に渡す人聞いたことないよびっくりするよ。そうそうね、3ヶ月後かなまたお土産は来月欲しいけども、そう、あ、来月欲しいお土産持ってくる持ってくる、来月なんかね、あの東北限定のどん兵衛があって、お城の芋煮味なんです。芋煮って知ってます？なんか名前だけ聞いたことある、芋煮会みたいなのは聞いたことあるよ。そうそう、東北ってあれどういうことなの、芋煮会は。あれはなんかこう秋とかに、うん、あの芋煮って言って、そのまあなんか雑魚汁みたいな感じですよ。なんかこう里芋とかキノコとか豚肉とかも何でも入れて、あのそれを川辺とかであの作ってみんなで食べるっていう。あ、ちょっとしたバーベキューにも若干近いみたいなことなんだね。そうなんですよ、はい。なんか仙台だったら広瀬川とかが近いんで、まあ広瀬川とかでやったりとかっていうのあるんですけど、でそれで芋煮っていうのがあって、でそのどん兵衛もあのちょっと土地によって味噌だったりとか醤油だったりとか違うんですけど、そこも変わるんだ、さらにお雑煮みたいな感じで、面白い、うん、だからなんかその山形のやつで買ったやつはなんか醤油ベースで、はい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 、でどん兵衛ね、うん、あのまあ里芋だったりとかお野菜がいろいろ入ってるっていう感じ。美味しそう、食べたいそちら今日は忘れました。ふざけんじゃないよ大丈夫、そういうどん兵衛の時ってあの生もの入ってるから足速くない？あ、大丈夫大丈夫、あのちゃんとあの火薬、火薬、火薬なんだ、それでも火薬な、でもあの里芋ふわっとしてて、ちょっと里芋ってさ、ちょっと言ったらとろっとした風味になるわけじゃんか、はい、それ火薬のそのフリーズドライ形式になったとしても、うん、お湯入れたらちゃんと里芋だって分かる。あ、なります、なります。すげえ。そう、知らなかった。美味しいんですよ。おーおーおー、そう、それをじゃあ、はい、3ヶ月以内に持ってくる。ふざけんじゃないよ来月持ってきなさいよ、持ってきます、うん、日本酒もね、買ったんですよ、うん、あー、いいね。そう、山形、やっぱドブロックとかが有名なんで、うん、そうだね、はい、それはもうとっくの昔に飲みましたけどね。あ、飲み切った、自分で飲んだんかい自分で飲みましたそれはなんかこっちで振る舞うとかないんかい君は。なんだ、酒ばっか自分そうだね、あなた本当にささっきもちょろっとその話を喋ってたけど、昼に行ってるって時点で打ち上げでまあ飲むんでしょ。あ、飲みますねだってそれ飲んでさ、次の日ツアー回って中1日空いてんの、それは。いや、空いてないです。え、じゃあその後だから飲んで、はい、その次の日もライブなわけでしょ。はいガンガンに飲む、よく飲めるね、それね、うん、やっぱね、すげーなと思って。いやでも去年、うん、あのね、喉壊しちゃったんですよ。そう、その話聞いたよ、バリバリに、ね、うん、それを反省を生かして、ああ今回の打ち上げは、ああ少し気持ちいいお酒を減らした。なるほど、うん、その気持ち分はちゃんとそのライブに反映されてた、うん、ちゃんとできると思う、はい、ああ、よかった、大丈夫大丈夫。じゃあそれも自己セーブができるようになったんだね。そうですね、記憶は飛ばしてない。うん、大丈夫です。わー、一瞬そこが危ねえじゃねえか大丈夫なのかよ、ほんとに。全然大丈夫です。はい、でもやっぱね、うん、あの移動で疲れちゃうんで、うんうんうん、やっぱまあそうです、ね、回りやすさもあるよね。あと一回ライブやった後とかさ、疲れてる時は本当に回るよね。そうです ね、 ね、回っちゃいます。そう、俺ら今飲んでるのは梅ジュースとビールだから全く別に俺は回ってないけど、全然平気。そう、うん、子供ビールだから子供ビールだから平気なんですけどね。え、鴨志田さんはどう、うん、あ、そうだ、この間あだ名を決めたんだ、もしださん。もしださんね、そう、もしださんゲストキャメトロ花形がいるからね。そう、もしださん、もしだっていう全く呼ばれたことないからね、俺ほぼほぼ。うそー、もしださん、だいたいカモシかカモだね。あ、もしだの方言えば、あとはまあ、うん、ごく稀にセブンって呼ぶやついるけどなんかあの便利、便利そう。そうだね、便利そう、すごいセブンって。もしだね、うん、もしださん、もしださんって言える。絶対かもしださんってなるんでしょなっちゃうっけ、徐々に徐々にね、鳴らしてって、うん、あと前回決めたことで、うん、もう俺は完全に優子さんに対してタメ口で行くっていうの決めたから、うん、そう、これがね、この壁をね、はい、壁をね、壊すための、うん、まだ壁あるみたいな、うん、もしだで若干まだ壁できたけどね、俺の中では、うん、なんだろう、この子っていう壁があるから俺の中では。うそー、え、じゃあもしださんどうでした？あー、この1ヶ月、うん、だから本当はだゆうこさんのそのワンマンも来たかったわけさ、うん、23日の、うんうん、だけど俺はその次の日にここでも告知させてもらったんだけど、うん、あのやべえライブっていうライブがあって、うん、どうでした？いやもう本当に大変だった、うん、とにかくね、あのMC がね、前回ゲストのキャメルトロフィーの花形くんがいたんだけど、うん、キャパがね100超えるぐらいの、うん、まあちょっといい小屋をね借りて、うん、あのやってるのさ、やべえライブっていうのは、うん、でまあお笑いのネタがなしで企画だけやる、松竹、うん、のやばいやつだけが出るライブみたいな感じなんだけど、う
で、企画が結構今回難航してて、はい、どういう企画やろうかみたいなのが結構それの直前まで練ってたせいで、うん、もう集客が最初やばくて、うんうん、やばい全然告知とかお客さんにこの来て来てみたいなのやってなかったっつってて、うんうん、最初もうマジで一桁とかの状態で前日に気づいたら、うん、ああこれはまずいっつってで、うん、いつもそんな感じじゃないのよ。いつもは並行して集客もやったりチケ売りとかも行ってるから、うん、なんかそれなりに見えるお客さんの数ではあるのよ、うんうん、いや今回は本当にやばいっつって、うん、でも前日前々日ぐらいから、うん、もうとにかくでもうまたね松竹でやばいやつらって言ってるから、うんうん、客も持ってねえやつばっかりなのよ。とにかくそんなやつにねキャーキャーのファンなんかいるわけないんだから。うーんそうなのかな。いやそうよ、もう本当にだってその、他のメンバーで、うん、アヒルちゃんスポンジクラブ岩本ってやつがいるんだけどもうコンビ名が変でしょ、もうこの時点で。やべえ、うん、やべえ、まさにやべえ、やばいでしょ、やべえ。めちゃめちゃ面白いんだけどねこのアヒルちゃんスポンジクラブの岩本がリーダーでやってるんだけど生このコンビ名だけで、ね、前森和樹ってすごいあの分かりやすいんだけど、うん、コンビ名だからピン芸人にしか思えないっていうもうわけわかんねえコンビ名にしてて、やばい。そうでまあだからもうみんなで集客頑張って、うん、もう俺なんかもう友達ね、うん、いとこ、うん、でもう歴代付き合ってたもうちょっと元カノとか、うん、もう本来だったらあんまり連絡取りたくないけど、うんうん、もうそれぐらいやばいんだと。そしたら向こうからちょっと今、海外行ってたりとか、ちょっと11月末だったらね、ちょっといいとこ行ってんなこいつっていう近況知っちゃったりとか、ね、すごい辛い思いをして、ね、うん、集客したおかげで、まあ、本番は結構来てくれたの、お客さんが本当にありがたくて、うん、で、なんだったら結構俺もすごい告知してるから、うん、同期のね、元同期の、芸人とか来てくれたの、元芸人がね、うん、そのライブ見に来てくれて、コンビで来てくれてさ、はい、芸人辞めてるんだよ、その人たちは、うん、で片っぽはもう就職して子供もいて、はい、すごくいい感じで焼肉とかも奢ってくれたりその後俺、はい、ありがとうっつって。でそこのコンビちょっと変わってるコンビで、はい、まああえてその名前とか言わないんですけど、うん、ライブとか行ったらすごいウケるの、うん、ネタも面白いし芸人が見ても面白いネタをやってたんだけど、うん、まあ、松竹に入れなくて、うん、理由がそのすごいそこがね悪かったの。信じられないんだけど、うん、一応学校ですよ養成所っていうところはね、はいはいはい、まあ、みんな礼儀とかも学ぶわけだから、うん、それにウイスキーのね角瓶持ってこうやって飲んでうわそのままネタやったりとかしてたやつだったし、なんかロックだな、ロケのやつ、そうロック、うん、なんか昔ながらの芸人さんだなって思う。それでしかもみんなね1週間時間があるからその間にこのネタ作ったりネタ合わせしたりライブ出たりとかして養成所の授業にかけるんだけど、うん、そいつらは一切考えてきてなくて、うん、養成所の授業の時にウイスキー飲んでスポーツ新聞広げて漫才作るの一本、でそれできちゃうのよ。それは天才肌じゃん。許せちゃうじゃないけど、そう、うん、でもねやっぱそのちゃんとした企業だからさ、まあ、そうですね、昔だから本当浅草とかの時代だったらそいつはいけたんだけどっていうやつがいて、うんうん、でもそいつがそのボケのやつが、うん、ツッコミの子がその結婚して子供できたんだけど、うんうん、ボケのやつがまあめちゃくちゃで、うん、アウトベアウトベ借金が100万ずつ増えてくるやつなのよ。お最初に100万だったのがもう300万400万500万とくらいまでいって、うん、で変なねもうバイトをやってると、うん、ああでもう本当にねこれは嘘だと思うんです多分ね、うん、これから喋ることはねもうそいつが結構もう元芸人ですから持ってると思うんですよ、うん、持ってると思って聞いてくださいね、はい、そいつが過去じゃあどんなバイト今やってんのって聞いたら、うん、北朝鮮に自転車盗んで売る仕事やってるっつってて、いやまあ嘘だよねーっつって、へへへって言ったから、へへへってことで嘘だなって僕は思ってね過ごしております。いや嘘嘘、うん、嘘ですよ、うん、ないよ、ね、そんなバイト、ね、そうそうそう、うん、そんなねバイトあるわけないね。あるわけない、ね、あるわけない。で最近ねそのだからその会って、うん、でそのツッコミの子とボケの子両方ともが焼肉おごってくれてさ、うん、だから結構やっぱ心配なわけさボケの子はさ、うん、もう今どうなってるかっていうのさ、うん、そんなこと言い始めちゃう、そんな嘘言い始めちゃう次第だから、うんうんうん、今何やってんのっつったらニートだっつって、フリーターでもないと、なんじゃ借金はいくらあるんだっつって、うん、そっから毎年100万ずつ売れてたから、うん、5年目の時に500万だったから僕今10年目なんでもう1000万になってんだろうなって思って聞いたら、うん、ゼロだって、お借金消したらしいの。おあすごいね、うん、なんで働いて消したのっつったら、うん、ニヤッとして言えねえよって言ってましたね。あなんかそうだね、いや言えないぐらいねすごい、うん、ここで言うのもね、ほんとはばかれるぐらいなんか善行というかね、うん、良い行いをしてね、うん、良い行いしたよって自慢になっちゃうからっていうことは多分言えなかった、うん、地道にね、そう、やってきたんでしょうきっと。
すごいな、芸人さんってでも本当に誰がやべえライブかって一番そいつがやべえけど、よく考えたら確かにこいつだろう、どう考えてもやべえやつ、ね、出さなきゃその人、そういろいろね、やったよとか、うん、ライブの内容も、うん、あの君の名はの映画がすごい流行ったじゃんか、はい、でそれでうちのメンバーでそのユニットのムムムクラオくんっていうのがいるのね、うん、なんかもう知らない、やべーなー、そのまずそのコンビ名とかが変でしょ、うん、名前のムムムクラオくんって、ムムムっていうのはその最近解散しちゃったんだけど、そのコンビ名だったんだけどね、はい、でムムムクラオくんはその、はい、記憶力がもう著しく悪いのよ、はい、で、見たことあるんですとか聞いたことあるんですけど言えないですみたいなことがすげえ多くて、例えばサザンオールスターズ誰って言った時に、うん、もうね皆さん当然ことですよ、桑田佳祐さんもね、まあ、それくらいは言えるじゃないですか、うん、まず長渕剛、うん、吉川浩二、誰だったっけな、あと誰誰みたいなこと言って、うん、どんなオールスターズだよそれと思ってどんな素敵ユニットだよと思ってそういう書き集めたやつだったの、あと布袋寅泰だって、あとオールスターすぎるわ、オールスターすぎるわ、うん、だからそれがもう言えなかったりとか、うん、あとすごいのはコンビ組んでた時に漫才の練習してて、どうも何々です何々で、いやそれで何々さっていうセリフが言えなくなって、相方松浦くんっていうね元相方だったから、うん、松浦が出なかったんですよ、高校からずっと一緒になってる、お前の名前なんだっけって、うん、もうやばいだろやばい、それで君の名はにかけて、はい、芸能人とかをこう出して、うん、誰ですかっていうのやってるのも、板野友美のことを、うん、まあナッチって言っちゃうし、なんか記憶違い、分からない、まだ記憶違いならね、で石原さとみとかも言えないとか、すごいすごいっすね、ムムムクラオくんっていう、すごい、やばいな、やばいムムムクラオくん、いやでもね、実はそのムムムクラオくんと俺 M1 出てて、おそのやべえライブの企画の中で、はいはい、僕とムムムクラオくんだけピン同士だから、じゃ あのここユニットで M1 グランプリに出ようって言って、うん、M1 グランプリってユニットが OK だから、はい、その M1 に出たのさ、ムムムクラオくんと、でまあそのネタを全部メンバーに考えてもらうと、花形も含めて、はいはい、で大喜利的なネタでやると、うん、で設定がクラオくんが急に、鴨下さん韓国人ってキム以外の名字の名前の人もいるんですよっていう設定のネタで、うん、まあ、そんなこと当然分かってるんだけどもって言いながら、まあ、どんどんチャンドンゴンとか、うんうん、最初普通の韓国の俳優さん言ってってどんどん変わってくみたいなネタなの、うんうん、まあ、これが面白いつまんない別としてね、うんうん、でその中のボケで、うん、チゲヨシエっていうボケがある、はい、イビョンホンから、うん、イチゲヨシエっていう、女優の、ね、うん、だからそれは韓国人じゃないじゃんって、うんうん、でイチゲっていうことで韓国っぽくなってるけども、うん、みたいなボケがあったりして、チゲが入ってるからね、うんうん、でまあそのボケをクラオくんが言うはずだったんだけど、それでイチゲヨシコって言っちゃって、いよいよ誰だよってことになっちゃうから、そうなっちゃうと控え収数のがいっぱいだからその場でもう M1 の本番の時にイチゲヨシエさんかなって俺言って、うん、でそれでイチゲってそれ入ってるけど、でもぐっちゃぐちゃになって、うん、あもうやっぱり、ね、やらかすんですよね、やらかしちゃいますね、やっぱ飛ばす人っているんですよ、うん、でも記憶力がやばいってもう、うん、あれですよね、結構やばいですよね、そう去年ね一瞬ね紙に自分の名前書けなくなったって言ったからね、あだから来年はもう人間ドックだねってこの企画ライブはうん話したね、そうだ、なんかでも企画すごいそのあれじゃないですか、うん、すごいこの先月キャメルトロフィーの花形さん来た時、うん、企画が本当にまだ決まってないって、そう、うん、やばかったね、あの時で第2週とかだったから、うんうんうん、10日ぐらい前だったけど、そうですよ、2週間ここからね、もうめっちゃで今日打ち合わせ俺の家でやってんのよ、おまあちょっとした豪邸に住んでるんでね、私はね、うん、おばあちゃんに買ってもらったマンションに住むっていうクソ芸人なんですよ、うん、いやいやいや、で、まあ、そこで、もうやってるのに基本的には9時ぐらいに集まって、うん、11時半とかに終わるのが割とセオリーだったんだけど、うん、もう朝までが2回ぐらいあったし、あってやってもうほぼ毎日やるとかも詰めて詰めて、うん、ネタとかじゃないからまた結構いろいろ、でもその中で一番跳ねたのが、うん、お話の国ってゆう子さん知ってる？お話の国？ NHK 教育でやってた、まあ、ここあんまり歌とか歌えないからあれなんだけど、うん、お話の国っていう、うん、昔話的な感じの、そう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 とか、なんかちょっとした小話みたいなのが入ってる、うん、あの NHK の番組があって、うん、でそれのオープニングがまあ怖いのよ、おー、うん、なんか人形が出てきて、うん、白いで
ルルルルルルみたいなことを言いながら、怖い、ルルルルお話の国みたいな感じで来て、でこうわーって向こう行こうとしたら一瞬くるって振り返って向こう行くって、怖い怖い、クソ怖い、あのトラウマになるオープニングがあるの、これ、あの NHK さんのあのアーカイブっていうホームページでお話の国って検索すると出るらしいんで、ぜひ見てほしいんですけど、これのね企画で、あのお話の国っていう、その文字に合わせて、あのアヒルちゃんスポンジクラブの岩本がどんどんコントしていくっていう企画だったんだけど、それがすげえ跳ねて、なんか NHK 教育とかで見てた番組覚えてる？なんか覚えてます、私結構見てて。何見てた？がんこちゃんとか。あ、がんこちゃんとハチポチステーション。ああ、それですね、それと。いや最高だよね。あとあの爽やかの3組出た太陽がでおなじみのね。そうそう、あの道徳の時間、そのいつもそれだったからシャーって思って見てました。シャーって思って見れる爽やかさんって。勉強したくなかったから。あ、まあ、とにかくテレビ見れるんだったらなんか勉強からかけ離れてる感じするから、いや、その気持ちわかるわ。でも NHK、やっぱ私だから結構ハチポッチステーションとかあの枠が好きで、前も言ったかもしれないけど、あのフックブックロー、あの本とかあの音楽とかをテーマにしたやつで、あの音楽監修が宮川明さんなんですよ。すげえ。そうなんですよ。で、あの曲とかも結構良くて、クオリティがね高いんだよね、あそこって。ハチポッチステーションもね、あのグッチ雄三さんが使ってたから、そうで、めちゃめちゃ結構かっこいいアレンジとかするんだよ、同様ね。そう、なんかマイケル・ジャクソンのモノマネしたりとかのやつ、マイケルが多いんだよね。ちょうどなんかこの間ツイッターとかでも話題になってました、ポケットを叩くとビスケットが一つのやつをめちゃめちゃマイケル・ジャクソン風にやったりとか、そうすげえ。これだってアルバム借りたもん、ハチポッチステーションを大人になってから聞いて、元ネタ知ってるとゾクッとするぐらいいいよ。あれすごいんですよ、ね。で、そのフックブックロウの、あのしおりちゃんって女の子のキャラクターがいて、しおりちゃんが歌う、なんだっけ、雲になりたいなだっけな、風になりたいかみたいな曲があって、その曲がめっちゃめっちゃいいんですよ。あ、虹かな、なんだっけ、なんかそういう系。全然違えじゃないか、というか雲になりたい、風になりたい、虹って、なんかそういう系、自然なんか途中ザブームさんだよ、だっても風になりたいってなっちゃうとそう、なんかなりたい、いいんだね、とにかく何かになりたい、とにかくあのしおりちゃんが空にある何かになりたい、何かになりたいなりたいっていう歌をがめっちゃめっちゃいいんですよ。あ、そうなんだ。 それ多分 YouTube にあるんで、あと真夜中の動物園っていう曲とかがすごい好きで、そうなんですよ。なんかあの人形のキャラでなんか楽団組んでて、カルテット、あ、違う、それは違う、クインテットは1個前か、福袋の、クインテット、はい、クインテットとかもすごい見てました。なるほどね、だからそのいろんな曲があるって話聞いてるわけですから、アルバムのね話もじゃあどんどん聞いていこうかなと思ってて、おお、そう、嬉しい、色づいた世界の中で、ね、はい、こちらね新しいアルバムでございますけども、そうなんですよ。5曲、これ5曲です。アイボリーと、クレイジーレディオと乙女宣言、トラブルメーカー、これ今トラブルメーカーですねで、ラストラブソングって割と、私の中ではまあ新しい曲が詰まってるようなイメージですね。はい、中でもちょっとこの変わったエピソードみたいなのが入ってるやつとかある？この5曲の中の作る時とかさ、これはこの歌詞の中のこの歌詞の意味とかで、これでも、ラストタイトルもあのラストラブソングっていう曲から実は撮ってて、あのなんかこう本当だから、それこそタイトルも全然浮かばなくて、入稿ギリギリまで。聞きたいんだけどさ、はい、その歌手の人って、はい、歌詞曲がまずあって、はい、歌詞作ってタイトル決めるみたいな順番、ゆうこさんはとりあえず。あ、そうですね、曲ありき最初、歌詞よりも先に、はい、そうですね、はいはい、でやっぱさ、最後のタイトルは難航するんだね。難航しますね、なんかこう一貫性のあるアルバムとかだったらタイトルつきやすいんですけど、なんか例えばロックテイストの曲ばっかだったらなんかそれっぽいね、ロックみたいな感じとか、そういうのがなくてファーストだし、じゃあでも一番最後に来てるこのラストラブソングっていうのが、まあ、結構壮大なバラードなんで、まあそれからじゃあ撮ろうかなっていうことで、なんかその歌詞の中にこういう感じの歌詞だったんで。あー、おしゃれ、なるほどね。そうなんですよ、歌詞のその言葉なんだ、色づいた世界の中では。そうなんですよ、あー、はい、いいじゃん。そうなんですよ、なるほどね、はい、でそれでまあいろんな曲が、いろんなこうテイストの曲が入ってるんで、まあ色づいた世界の、あー、なるほどね、さらにそこにちゃんとかけられてて、はい、かけられてる、まあバリエーション豊かなアルバムっていうことの意味がついてるんだね。そうですね、へー。でそれこそ今この流れてるトラブルメーカーっていう曲が、結構あの女の子を受けいいんですけど、あのここでなんかあのカバーナイトっていうイベントを、あのここジェットロボットやった時があって、
それなんかこう出てる人同士で曲をカバーするみたいなイベントで、うんうんうん、男の人にトラブルメーカーはめっちゃメンヘラだねって言われたんですよ。おー曲としてね。そうなんですよ。あの私ってかトラブルメーカーっていう単語がもう、そう最初でも俺これトラブルメーカーっていう曲だけだとちょっとポップな曲なのかなって思ったら、結構こういうあの人聴かせる系の曲なんだね。そうなんですよ。なんかこうね、歌詞とか見れば分かると思うんですけど、うん、ちょっとこう、私トラブル起こしやすいみたいな、うん、それ主に酒でしょ、でもあ、まあさっき酒的な話でしょ、それはもうどっかで気づいたら河原で寝てたみたいな気づいたらもう高尾にいたみたいな、で中央線だからみたいな歌詞なのこれ。いや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 、違うそんな、そうだったらもっとロック、なんかもっとちゃんと人生、人生的なね、ブルージーにするけど、そう結構こう、恋愛のこう自分のこう、うん、ダメなとことか、うん、こうこういうトラブル起こしやすいみたいなことを詰まってる曲ですごい、うん、よく説明できてないけど、うん、なんかそれで、でも女の子は分かるみたいな、うん、その気持ちみたいなので、このトラブルメーカーはそういう曲になってて、うんうん、で男の人からはよくメンヘラだねみたいな。気になる。でも俺結構ね、そのよく言われるのが、うん、ブスメンヘラ女子系男子って言われるから。俺え超厄介じゃん。超厄介なの本当に。え、どういうことそれは。いやだから、ほんとなんかかまってちゃんだし。あー、嘘ー。ほんとに、だからそのバンドとか聞くやつも、うん、そういうなんかその世界観的なやつ聞いて、言っちゃうんだ。そう言っちゃう人、価値観言っちゃう人。価値観も言う、価値観はでもね、そのブスメンヘラの特徴として、その抑えめなブスメンヘラなの、うん、俺わかる。抑えめとか傷つきやすいのすごく。で傷ついちゃったみたいなことをツイッターに書く系男子。あー、ほんと女子、女子でしょ。そうなので、もうなんか、自分のこと好きな人は無条件に好きになっちゃって結構大変な恋愛しちゃうとか、ね、あーでも友達にも言った。そう、告白されたら俺何でもいいかなみたいな。そうそう、いや結構女子には多いらしいんだよね、その自尊感情が低いから。あー、そう私、まあ、じゃあそういうのないでしょ、うん、絶対そうだと思うのゆうこさんって、うん、俺とかなり真逆だなと思って見てるから。真逆だから意外とかそういう曲書くんだと思って。あ、でも恋愛するとなります。私一気に不安になるときは、うん、ボンってすごい不安になって、うん、思ってないこととかもすごい言っちゃう。なるほどね。すごい強がったりとか、うん、そうなんかプライド、なんかね、やっぱ音楽やってるから、うん、こう変なところでこう私はこうみたいな、うんうんうん、とこを崩せなかったりとか、うんうん、だからこう心の広い女にならなきゃなっていつも思います。なんかこう、あ、そうなんだ。そうですね。あんまイメージないね、うん、そういう感じ。あ、そうだから、そうなんですよ。恋愛とかも引っ張ってこうみたいな感じの人に。そうすっごいそれ言われるんですけど、うん、でそれで結構、あ、付き合ったらイメージと違ったみたいなことが多い。だから変な話するとさ、こういう系の男子にモテやすいでしょ多分。で、あ、かもかも、私違うんですっつって断るタイプが多いと思うわ。うんうんうん、そういるんだよな。そう、だからそのなんていうかね前ここでも話すかもしれないけど、あの Sっぽい人だけど、うん、恋愛では M な人ってすげえ多いじゃん、女性ね。あー、多いですね。本当に嫌なの、うん、俺も神聖の M だからとにかくこの人だからもう、だから見分けられるようになった。もう強気で言ってるけど、この人は S に見せかけた M だ。うん、本当の S な人を見つけるのって本当に難しい、女子で。うん、S か M かで言うとすごいなんかあれだけど、ゆうこさんは絶対そうだと思うのよ。ゆうこさんはこういう私生活がしっかりしてる分、うん、ちゃんと恋愛に関しては自分の弱いところもさらけ出して、うん、あの認めてほしいっていうタイプで、だからその S か M かで言うと恋愛で言うと M だと思うんですよね。あ、そうそうだと思うんですよ。そうなんです。だから男の人に、うん、そのイメージと違ったみたいに言われると、まったみたいな、なんか思っちゃう、ね、すごい、うん、で私最付き合う前とかに絶対言うのがあって、だからすごいめんどくさいですよみたいな、うん、めんどくさいよみたいな。うわでもねそれ逆効果よ、うん、私めんどくさい女だよっていうのは、うん、ちょっとなんかいい感じの女のセリフだから、いやいやいや、あ、そうか、そうなの。そうだから、めんどくさい女だよって言われたら、うん、なんか男は、あ、じゃあ俺が、あ、そうどうにかしながらみたいな感じで最初来るからポイント上がっちゃうんだよ。そうだから、じゃあ分かった、今度から、うん、こうするの、私の資料を聞いてくださいって言って、もう歌詞を熟読して。あ、それは本当大事だと思う、うん、名刺だから。うん、そういう、それすごいね。何枚ぐらい買いますって言って、それはまた話が違う嫌なやつでしょ。何枚ぐらい買いますって、セールスじゃねえかよそれいやでもなんかそれ、なんか今の話聞いてすげえ素敵だなって思ったのは、それぐらい名刺だってことだね、この CD がね。あ、そうです、そうです。ために私の、じゃあこの曲聴いたらこれはもう等身大全部私だからって言える。そう、うん、おー、すごいね。私なんか明るい歌詞とかあんまなくて、よくポップっぽいねとか言われるんですけど、この中に明るい歌詞はあんまりないです。あ、そうなんだ。うん、
へえ、うん、そこら辺もちょっと意外。そうですね、 いいね。すごい言われるんですけど、この乙女宣言っていう曲も、うん、すごいあの皮肉ってるような感じの歌詞だったりとか、側から見てね、はい、するんで。でもそうです、なんかこの、ま、新しい曲って言っても、うん、あの1、2年前とかにできた曲たちなんで、うん、あの2年前って言ったら私まだ23とか23とかそれぐらいだから結構尖ってたんですよ。あ、その時期はね。そう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 。だから最近やっとそういうなんか自分だけじゃなくて、うん、こう人を見てこう思ったとか、うん、君はこういう人だねみたいな感じの歌をやっと書けるようになってきた。なるほどね。ちょっとその、まあの尖りが解けて、そうそうそう、ちょっと周り、うん、その自分をその出すことに恥ずかしがりがなくなるっていうところだよね。尖りをなくすっていうことはね。そういうのもできるようになってきたんで、そうなんですよ。いい話だよね。はい、まあ、これを買っていただいて、まあ、次の作品にそういったね、うん、曲を詰めて、ライブもね、ぜひとも行きましょう。はい、という感じです。うん、はい。いや、今のは、あ、これ私いただいていいんですか？はい、どうぞ。やったー！ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんですよ。今何分だ？ちょっと。ね、今35分全然ある、あと1時間あるんだよな。じゃあ先月、うん、あのゲストがいたから結構あっという間で、う最後とかもうすごい詰め詰めで、いやっていうかね、うん、ゲストで花ちゃん来たでしょ、うんうんうん、あのもう緊張した、とにかく俺はなんかちょっと焦ってましたよね。そうだよね、絶対焦ってたよね。焦ってた。そうなんだよ、うん、花形がねまた、うん、あのここでも話したけど、うんうん、本当に俺の中では塾なの、うん、このユーストの番組は、で塾のこの友達のゆうこさんとね喋、うん、って、うん、そこのコミュニティになってるわけじゃんか。はいはいはい。で俺は本当に松竹所属なんですけど、松竹に戻れば、うん、ひとたび戻れば本当にゴミ扱いされてるんで、うん、僕本当僕どうしようもなくダメだし、うん、本当お前発言権なんかねえからなみたいなレベルの扱いされて過ごしてるんで。そういうキャラじゃないってことですね。そうだからね、本当に恥ずかしいの。あとちょっとここで伸び伸びやってる自分、ここ本当に伸び伸びできるの、うん、やっぱゆうこさんも優しいし、うん、カウンセラーみたいになってるだからやっぱね、正直人来ると緊張しちゃうし恥ずかしさも出る、うん、すごく、はい、花形のうまさね。花形やっぱ MC うまいなって思ったよ、やっぱ、うんうんうん、やべえでやってくれてるしさ、うんうんうん、すごい。でもなんかまるちゃんの話ねしててね、しててね、楽しかった。そうね、先月の放送とかもね、今 YouTube に、ね、そう上がって載ってるんでね、はい、見ていただいて、ね、コメントが今のところないんです、はい、ないです。だから私たちこんなに会話を作ってます。そうですね作ってるのがそうなんです。でも、うん、そう、まあ、CD の話もあったんですけど、うん、12月18日のことじゃ少し話します。あ、はい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 、高田のロボットね、はい、高田のロボットしちゃったよ、高田のロボットねすごいリラックスカッターした。高田のロボットやばいっすね高田のロボジェットロボットね、あいつが作ったロボットみたいなそう、ジェットロボットで12月18日毎年恒例の番組対抗歌合戦ってイベントがあります。はい、で鴨志田さんとは今年から番組やってるので、うん、鴨志田さんは初参戦だと思うんですけど、ここジェットロボットチャンネルって今日もこの後鴨志田さんの先輩のたぬきごはんさんとか、うん、もういろいろいろんな方が番組やってるんですけど、うんうん、その方たちがこう集まってですね、うん、まあ、ミュージシャンと組んだりとか、うん、まあ、その逆もしかり、うん、いろいろな人と組んで歌を歌って、うん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 、バトルをするっていう。いや、いいじゃないですか。でちゃんと1位、2位、3位と賞品があるのね、ついてたりとかして、人前で歌う何でもありです。ほんと笑いでもいい、歌がちゃんとすればコントもやってもいいし、とかあとちゃんとガチで歌ってもいい。そうだね。そうっていういろんなイベントで、あるそういうイベントなんですけど、うん、そのをから今回私たちは、うん、もうミュージシャンと芸人さんっていうのがもうの番組でやってるからね、この時点で。だから鴨志田さんが私の曲を歌わなきゃいけない、うん、いややってやるよ、ほんとに。そうですよ。どう歌は、うん、あれ得意って言ってましたっけ。僕はね、歌うのはすごい好きです。まず得意下手の話よりの前に、うん、でカラオケとかもすごい行くんですけど、うん、僕はだいたいビーズとか、うん、ミスチルとか、うん、なんか他は何かな、うん、ウルフルズとか、とにかくね、うん、でかい声出して歌う曲しかないんですよ。あ、はいはいはい。あ、であと声高い系、はいはいはい、言ったらビーズとかもそうだけど、やっぱりリンとしてしぐれとかね、うん、あ似合いそ う, そう、似合うか、うん、ビジュアルは全然だよビジュアルはどこも TK でもないし、ね、どこもそうそう声がね、うんうん、どこもピエールだからではないけど、うん、だからそういうテンション高い、うん、声高い系をよく歌うから、うん、だからそのゆうこさんとの相性はどうかなと思ってね。でも私そういう明るい曲ないですよ、こういう静かな曲。まあまあでもそのバラードとか俺も全然好きだし、あともうそのさっきもメンヘラブス女子って言ったけど、うん、まああと雨ざらしっていうバンドもすごい好きで、俺はいはいはい、はい、雨ざらしなんかもう一気にそこだから、うんうんうん、雨ざらしとかアーバンギャルドとか俺好きなんだけど、うんうん、
そういうのも俺結構好きだから全然ガチで声質が合うかどうかだけ本当に不安なんか舐めた口聞いてますけど、いやいやいやたかが素人が でもあれキーっていうのがあるから、うん、全然そこは調整して優勝狙おう、優勝狙おう、ここ絶対優勝狙おう、うん、優勝狙いたい。我々はねこのコンビでずっとやってるわけですから。そうですよ、ちょっと壁あるけど、あでもないな、うん、取っていかないとそうそう、あと芸人うちのリカちゃん出んでしょ、同期出ます出ます。いや楽しみ、リカちゃんにだけは負けたくない、リカちゃん、そうリカちゃんにだけは負けたくない本当にあいつね普通にあの松竹のサイト調べてほしいです、うん、リカちゃんにだけ負けたくないって言ってて、あの30後半のおっさんなんですけどリカちゃんっていうのは、うんうんうん、でもね面構えがいいのと歌うまそうなんだよね、うん、リカちゃんももうすでにちょっとね顔ハーフっぽいですよね。そう純日本人だって言いましたけどね静岡出身なんですよリカちゃんは。でブラジル人みたいな顔してるから、うんうん、あの静岡ってあのすごい働きに来てる人がすごく多くてブラジル人だから、うん、普通にあの挨拶でブラジル語で声かけられてリカちゃん地元でそれやばい、めっちゃ面白いですよね。ほーリカちゃんには負けたくないですね、うん、あのちょっとさっきの話に戻ってもいい、はいはい、尖ってた時期みたいな話したでしょ、うんうん、でね、うん、自分のね昔のブログとか見たことある？ある。やっぱちょっと違うじゃん、なんかね、あとやばいじゃん、うん、ちょっとやばい感じ、やばい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 。で俺ね、うん、最近、うん、6年ぐらい前の、うん、前のコンビのツイッターのアカウント発見したの、はい、俺一回ツイッターやめてて今、うん、あのカモシダセブンで普通にツイッターやってるんだけど、うん、その前の前の前のコンビでツイッターやってて、それもなんかまあいろいろなんかめんどくさいなと思って一回やめたの、うん、でそれのあのプロフィールとかがなんか検索したら出れるらしいのよ、うん、で俺見たらさ、うん、プロフィールが何せやべえやつなの。え、どんなどんな、まず、うん、職業みたいなことが普通に書くでしょ、普通だったら、うんうん、ね、ゆうこさんだったらシンガーソングライターとか、うんうんうん、歌手とかね、うんうん、でお笑いだったらお笑い芸人ですとか、うん、芸人です、うん、芸人、ピン芸人、まあその時はコン、うん、あのコンビだったらコンビで、まあ、コントやってますぐらいだったり、うん、最初はね、最初はね、うん、コントモノって書いてる自分で、あやばいでしょ、ゾワッときて俺まず、はいはいはい、何コントモノって怖ーこいつコント師とか言えよ、まず、まず漫才師とかコント師だったらいいけど、コントモノってやばいでしょ、もうなんかやばい、うっくつ、やばいやばい、あーもうやばい、痛い痛いと思って。でもなんかそのミュージシャンで言うなんかこう歌歌歌いみたいな感じで、歌そう歌歌いなのよ、そうそうそう、もう感じがバカにしてるわけじゃないけど、だからなんかそういうなんかさ、それってすごくさなんか含まれるじゃん、うん、でそういうのが似合う芸風とかだったらいいのよ、うんうん、俺全然そんな芸風じゃないよ、そんなこと書いてるのはね全身タイツ着てコントやってるような感じだったからそんなにコントものなんか言ってんだよと思って、すごい、好きなものとか見たらもうやばくて、うん、好きなものドールザークって書いてたからね俺、え、やばっ、クラシックとかにハマった時期はあったんで思い出したんだけど、ねしたってにしたってクラシック音楽とか書きゃいいのよ、クラシック音楽って書きゃいいのよ、うんうんうん、それわざとね、うん、ドボルザークって書くとこがもうやべえわと思って、やべえ、恐ろしいなと思ってさ、わかる、でもそういう時期ありますよ、あるよね、あるある、うん、もうぜ、まあ、今もそういうとこあるかもしんないけど、うん、ほんと芸人やってることに酔いすぎだぞお前って、うんうんうん、いやでも誰しも通るんじゃないですかそういう、いやでもやばいやばい、もうほんとね、うん、ツイッターのね、うん、アカウントの写真あるでしょ、うん、アイコン、まあ僕今なんか前の仕事で出た時の写真みたいな使ってんだけど、うんうん、普通に顔写真じゃん、うん、普通だったら芸人だったら顔写真か潜在写真、うん、まあなんか好きなねアニメとか漫画の写真載せてる人もいますわ、うん、あったらいいんだけど、俺のねそのツイッターのアイコンの写真が俺を日が浴びて影の写真を撮ってる、あーいやお前何その格好つけ方と思って君が悪い、お前は本当に気味が悪いよと思って、なんかね、しかもあの分かるとこがリアル、なんかあ、いるっていうのがリアル、そうそうそう、うん、もう嫌だと思って本当に嫌い、うん、本当に嫌だ、もうなんでこれがネット上にまだ残ってるんだろうと思って、うん、どうにかそれ消せねえかなと思って、うんうんうん、なんかないそういう昔の自分のブログ見たりとかさ、いやあります、高校の文集とかさ、あるある、なんかその、はい、なんかね、私は今年はこうこうこうだからこういうミュージシャンになりたいと思ってるみたいなやつとかを下げて言ってんだよっていうね、今思うとみたいな感じなんですけど、なんかでもなんかね、ミクシーの懐かしいの来たな、また久しぶりに聞くわミクシーって、ミクシーの学生の時かな、18ぐらいの時に作ってたアカウント見たら、ギャグ漫画日和って知ってる、あーもう大好きでしょ、アニメもやってますしね、その中のワンダフル先駆けさんって知ってます、あのハゲ頭のワンダフルっていう変な
盆踊り踊る人、うん、あの人がトップ画だった時はマジ引いたいやハマっててもこれにはしないだろっていう。そうそう、でその前なんだろうと思ったらどっこいおむすびくんだギャグ漫画より好きすぎでしょ、とにかく好きすぎて。いや、いいよね。そうそう、でどっこいおむすびくんとかはすごいあのキーホルダーとか持ってて。意外とだから小野の妹子とかじゃないんだね。聖徳太子とか結構メジャーなとこじゃないです。あのマーフィーくんとか、あの持ち歩けるキャラがすごい好きなんですよ。で、あ、そう、私ズートピア見たんですよ。きたー、その話して。言われてズートピア見たの、うん、そしたらなんかあのいっぱいやっぱニックかっこいいし、うん、ジュリーかわいいし、ね、うん、うわーって思ったんですけど、一番あの欲しいなと思ったのが、うん、あの超あれニックの相方の出た口が悪いねちっちゃいやつでしょ。そうそうそう、なんかそれをこうあの赤ちゃんの格好をしてアイスキャンディーを買いたいけど買えないんだってとこがあるんですけど、うん、その時のポポーみたいなやつがめっちゃ可愛くて、あれは可愛いよ。しかもその後めっちゃおじさんでめっちゃ口悪いっていうのを、そうそうそう、いい声で言うんだよねあれ。そう、知った時にうわめっちゃこのグッズ欲しいって思って、うん、あの子が一番ヒットでさ、いやいいよね、あれはもう好きになるキャラいっぱい出てくるから。そう、あと怠け者出た、フラッシュでしょ。フラッシュ、いや詳しくは言えないけど本当に最高だよ、ね、うん、面白かったでしょ。面白かったでしょ、うん、脚本がすげえよくできてるでしょ。よくできてる。しかもちょっと現実世界とからね、そうだからちゃんとリンクしてる。ここだけは多分ちゃんと言ってもいいかなと思うんだけど、うん、言ったらそのアメリカ特にニューヨークが抱えてる差別問題がものすごいダイレクトに現れてる映画だから、うん、ズートピアは、うん、人種差別ね、うん、まあ、性差別とかもあったりするけど、年齢のとか、そういうのをね、超えてっていう、ね、そう、いいんだよね。二転三転するじゃん。そうなんですよ。途中にね、あの一回終わったなみたいなとこあったでしょ。あった。その突入して、うん、あのとあるね建物に突入して、うん、で一回事件解決しましたの、そう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 、で普通ディズニーだとそこで終わってもいいのに、そこからのもう一展開二展開がめちゃめちゃ面白いよね。そう、そう、そう、あれ今年見たから本当に一番好きだな。うん、私もすごいうわーってなって、あの、うん、キャラクターが全部面白い、ね、いいよね。いいし、言えるところで言うと、うん、警察署長誰だったっけ。署長は、名前が思い出せない。動物でいいよ全然。あ、誰、動物なんなんですかね。市長がライオンだよね。市長ライオン、すごい副市長がヌーみたいな、あーかつ、あ、バファローだ、バファロー、バファロー、あ、そう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 、バファロー、リカちゃんしか出てこなかった。なんでだよ、あ、バファローね、うん、バファローの交尾を振った男ね、そうそうそう、バファロー、あれバファローか、バファロー、うん、そう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 、副市長があれですね、羊、そうそうそう、かわいかった、かわいい、うん、いや、なかなか、いや、いい映画だった、ね、ディズニーはやばいよね、だから本当に、うん、ニックがかっこよくて、キツネね、うん、いい男だった、いい男だよね、うん、ジュディも、私だからところどころでめっちゃ泣いてましたもん。わかる、俺も泣くわ、あれ、うわ、やばいやばい、なんか最初のね、もうなんかいろいろあるけど、まあでも最初の方とかの見どころは言ってもいいんじゃない。最初は警察学校のシーンはめちゃめちゃいいよね、うん、まずめちゃめちゃいい、そう、うん、とりあえずそのなんかそのさっき差別の話になったけど、職業差別が最初かかってくるんだよね、うん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 、あのまずこの人種はもうこの職業つけないですよっていうところから始まってきて、うんうん、でウサギはまあ大体みんなもう人参農家になるのが普通だからみたいな、うんうんうん、ところからウサギ初の、あの警官になるっていうところが最初に乗っかってるんだよね、うんうん、そこが最初にもういきなりめっちゃいいんだよね、うん、普通にいきなりめっちゃいい、あれだけの映画だって見れるじゃん普通に考えたら、うん、ウサギが警官になるまでの、うんうんうん、最高だよ。そこからもいろいろあって、そうそうそう、あのね本当に私ディズニーの中でちょっと一番好きかも俺ね、そうだ、うん、俺もね実は、ずっとトイストーリーが不動だったの、あー1位で、いいねトイストーリー、うん、でまあいろんなディズニーの映画ね、それこそ、うん、リトルマーメイドとか、うん、それアラジンとかめちゃめちゃ好きなんだけど、うんまあ、トイストーリー結構別格の面白さだなって思ってた、でこれ抜かすのないなって思ってて、うん、でももうズートピアに関して言うと、うん、俺今同率1位だもん、あーいうトイストーリーと、うんうんうん、設定とかそのキャラクターの良さで言うとやっぱ3ぐらいまで続いてるし、うん、トイストーリーなんだけど、うん、脚本良さで言ったらもうちょっとズートピア他のディズニーまあどんどん上がってるし、うん、もうみな見てる皆さんの中でも好き好みあると思いますけど、僕は一番好きなジャンルだったし、うん、好きなちょうどめちゃめちゃ面白いって思うラインの組み立て方、うん、しっかり作ってるっていう、うん、でもすごかったね、その脚本で言うともぶっちぎりで1位、うん、俺の中で、うんうんうん、いいよね、すごい脚本でいくとぶっちぎり1位、うん、すごい脚本見てるね、何言ってんだってよね俺も見返したら10年後見返したら10年前の何脚本がとか言ってたてめえほざいてんじゃねえぶち殺すぞって話になってんだよ
そう、あーいいな。私もモンスターズインクもやっぱ結構好き。いやいいよね、あれもね、泣けるやつだしね。あれもね、ブーが可愛いんだ。そう、可愛いんですよ。ニャンニャンっていうのがもう可愛くて。そうなんですよ、ディズニーやっぱいいですね。いい、うん、いやね、そう、もうそんなこんなで49分、50分か。じゃあちょっとやりましょうかね、いつものコーナーに。いつものコーナーね、はい。だいたい名前決まってないんですよね。これね、決めてないんだよね。いや、決めます。決めようか、うん、うん、いつもは本を紹介し合うコーナーじゃん、これ言ったら。なんて言ったらいいんだね。何がいいんですかね。ブックなんとかみたいな。なんか交換書籍とかにすればいいんじゃない。あー、交換日記みたいな。かっこいい、うん、かっこいい。ちょっと中二病感があるけど大丈夫かな。なんか今日交換するとしか。交換書籍、うん、交換書籍の、うん、じゃあ交換書籍のコーナー、コーナーよっしゃー。ということで、なんかそう言うとやっぱちょっとドキドキしてくるわ、俺やっぱさ。なんかこう、なんかカチッと。俺学生時代とかに好きな女の子とかに漫画借りた時のやっぱ、うん、ドキドキみたいな思い出してきた、今さら。ああ、そういうこと。そうそうそう、そういうこと。でもそれを交換日記的なね、ちょっとニュアンスが入るからさ。それをあれでしょ、きっかけにこう、貸し借りして、そう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 、やるやつでしょ。ということで、まずね、あの前回の課題でお互いもらったやつからにしましょうかね。はい。じゃあ私から。はい。これは読み方は、蛍火の森、うん、蛍火の森へ、緑川由紀さんのね、はい、漫画でございます。これ中編集ですね、言ったら、はい、夏目友人帳でおなじみの、うん、緑川由紀さんの初期作品が入って、はい、一番最初はね、この男の子、はい、この表題作になってるのが、はい、男の子が実は妖怪で、うん、人間に触れちゃうと消えちゃうと、うん、はい、でこの女の子があって、うん、でどんどん女の子成長していくけど、こいつは変わんないで、で、うん、もうちょっとお互い好きみたいな状態になって、うん、最後ね、うん、どうなるかというやつだったんだけど、うん、切ないでしょ。よかったよ。でしょ、これ大人ね。俺久しぶりに電車の中で泣いちゃったよ、うん、出たメンヘラみたいな。メンヘラ、メンヘラ、メンヘラこそ絶対刺さるでしょ、このオチ。しかもいいのがさ、またこれだから、うん、森に入ると別の妖怪もいっぱいいるんだよね。あ、そうですね。で、この別の妖怪たちが怖いんだけど、うんうん、この銀だっけ、うん、男の子、うん、この銀のことを結構大切に思ってるんだよね、うん、同じ人間の見た目してるけど同じ妖怪で、うんうん、だから結構いいことを、この銀ももちろん言うし女の子も言うんだけど、うん、妖怪が言ういいことが一番刺さった、やっぱ。あ、こいつが最後にすげえいいこと言うんだっていうところで、うんうんうん、ガーってなった。あー、いいですね。そう、いい話ですよね。他のねやつもすごい良かったしね、うん、あの幼馴染の話とか、うん、はい、やっぱね、少女漫画見るとやっぱ恋したくなるな。なりますね、やっぱり。いい、うん、あと、あの夏目友人帳集めてるの、ちなみに。あ、私アニメです。あ、なるほどね、はい、って考えるとさ、やっぱその初期作品のさ、漫画の短編集のいいところって、うん、絵柄の変化が見えてくるからいいよね、うん、結構最初の頃は絵柄がちょっと違って、うん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 、で、徐々にこう、うまくなっていくというよりか変わってくって言った方がいいんだよね、うんうんうん、多分その絵が好きだった人もいるしさ、うんうんうん、初期は初期で。いや、非常に面白かったです。おすすめです、これ。ほんと皆さん、中編集だしね、一冊読み終えるから。はい、ダルビの森へ。はい、はい、でした。ということで、私は、はい、中田栄一、うん、まあ好きなおついちさんの別名ですね。そうそうそう、別名義の桃瀬、こっちを向いて、ね、はい、これも短編集ですね、ちょ、何話か詰まってるやつで、指定があったからね、これに関しては、うん、そうそうそう、学生もの、学生ものの恋愛もの、うん、片思いがあればいいなみたいな話だったんで、うん、私はこれをお勧めしました。バッチリバッチリ、しかも、うん、他の話もね、そう、女子高生とか、うん、メインだったりとかして、うん、すごい感情移入しやすかったし、あとね、やっぱ読みやすい、うん、読みやすい、やっぱね、おついちさんのね、昔からのやっぱ良さとして、うん、本当にサラサラって読める、うん、もう本当にこっち側に優しい作り方になってるし、うんうんうん、話が面白いんだよな、それで。ちゃんとだけど話が面白い。そうそうそう、薄くないから、その話の中身が。そうそう、ただのこう恋愛小説じゃなくて、その間になんか最後で結構いろいろ巻き返してくるんですよね。そう、どんでん返しになるからね。そうそう、で、最後もなんかあえてこの百瀬こっちを向いてはぬるっと終わってますね。そう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 、ちょっとね、そうそうそう、映画まだ見てないんで、うん、これも見ようか、見たいなと思いました。ね、向井理さんね、はい、すっごい良くて、うん、あのどの話が一番好きだった。でも全部好きだけど、私やっぱ波打ち際。あー、いいね、俺も波打ち際なんだよ。うん、やめめな感が、うん、めめな感がやばい。そう、これね、ね、なんかこうね、なんて言ったらいいんだろう。設定言うとね、あの、うん、男の子だよね、主人公が。そうですね。で、とある事故で、うん、ずっと眠っちゃってて、うん、で、数年後かに起きると。
そうそうそう、まあ、周りの人たちはみんな年取っちゃったりとかしてて、その間何があったかみたいなところからスタートしていくんだけど、うん、最後なんかちょっとサスペンスじゃないけど、そう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 、人は死んでないんだけど、はい、ミステリー要素がね、ちょっと入ってる、入ってたり、これが一番なんか彼らしいおついちさんっぽいなと、面白いよね、思いました。はい、これもすごいおすすめ、読みやすい、うん、うん、ぜひともぜひとも、おすすめです。はい、ありがとうございます。というわけで、はい、じゃあ今月の交換書籍ということで、はい、そうですね、じゃあどちらからいきますか。私から行きますか、ね、あ、じゃあゆうこさんから。あ、ちょっと表紙取るの忘れちゃったんですけど、はい、はいはいはい、これです。はい、よいしょ、デビクロ君の恋と魔法、出ました、中村浩さん。はい、そうです。これもね、売れてるんですよ、本屋で働いてるんでね。あの2014年にこの映画化もしてて、相葉くんとか江倉奈々とか出てるんですけど、うん、ね、ちょうどこの時期になんか鴨志田さんも読んじゃってるかなと思って。いや俺ね、中村が渡かこうか忘れたけどは、うん、ね、通ってないの実は。あ、そうなんですね。だから読んでみたいなと思ってたから、すげえ嬉しい。割とテーマもなんか近代的な感じというか、うんうんうん、これはもうあれです、あの今の時期ぴったりの、お、だって表紙がね、そう、はい、雪降ってて、そうそう、クリスマスにこのまあ装飾系男子の相葉くんがこうどうこう恋をして、いろいろこう人を巻き込みつつ、こうどうこのお目当ての子に告白するかっていう、うんうんうん、お、告白するかの話なんだね、うん、告白とかないの。もう最初からね、イチャイチャ付き合ってる小説はね、僕もうほんとね、うん、自分をほんと傷つけてしまう、うん、この小説の主人公はこんなにリア充なのに私と来たらみたいなことになっちゃうから、うんうんうん、それよりかはね、やっぱ最初片思いになってて、うん、向こうどんどん付き合うプロセスみたいになっていく方の小説がね、うん、俺結構好きだ。そうですね、でもなんかちょっとこうファンタジーっぽいというか、要素もねちょっと入ってて、うん、テーマがクリスマスなんで、私もちょっとあの、うん、前、読んだの結構前なんで、多分お客さんからもらったのかな、うん、なんかで、読んで、あれなんですけども、でもあの、クリスマスこの時期にぴったりかなと思って、うん、持ってきたんで、ぜひとも読ませていただきます。はい、しかも、あれです、書店員なんです。ほんとだ、うん、あ、じゃあもう、ぴったしぴったしですね、うんうんうん、あざます。うん、ちょっと参考にして、じゃあ来月、はい、感想言いたいと思います。はい、イエーイ、デビクロ君の、はい、恋と魔法ですね、はい、ございます。ということで、はい、続いて私からの、今回漫画ですね。わー、私からは、日本橋陽子先生の、はい、G 戦場ヘブンズドアでございます。おー、すごい新装版ですね。これ全3巻で非常に読みやすいんで、3冊丸ごと貸します。あ、はい、ありがとうございます。いや、これね、ほんと一気に読んでほしいのよ。はい、ちなみに設定が、うん、漫画家を目指す男の子と、うん、漫画家を親に持っている男の子が出会うお話なんだけど、うんうん、とにかくものづくりへの、ものづくりへの熱さがめちゃめちゃ入ってるし、うん、まあ、バクマンとかね、漫画家漫画いっぱいありますけど、僕ね、僕の中で漫画家漫画で一番好きなのはぶっちぎりでこれなんですよ。うん、で、その優しいとこばかりじゃないと、漫画家もそうだし、もの作ることって、うんうん、もちろんわかると思うんですよ。うん、特に歌手とか僕芸人とかもそうなんですけど、うん、そういうところを本当に真摯に書いてるし、はー、なんかちょっと話は重めではあるんですけど、青春感があって、うん、笑えるところもあってみたいなやつで、うん、でもう3巻ってね、3巻の漫画ってなんかちょっと打ち切りな感じするでしょ。うん、する。3巻で終わるって、うん、違うのよこれ、ちゃんと3巻で終わるように計算されて作ってる、めちゃめちゃいい構成でできてるやつ で、うん、でさっきね、ホタルビの森、うん、ちょっと泣いたって言ったでしょ、電車の中で、うんうんうん、僕はこれを本当小田急線で途中読み始めてしまったがために、うん、成城学園前から、うん、僕新百合ヶ丘が地元なんですけど、新百合ヶ丘越えてしまって、うん、海老名まで号泣しながら読んでました。もう乗り過ごしちゃうし、まず読んでて、うんうんうん、これはもうちょっとこれ止めて電車降りれないと思ったんですよ。うん、あー、嬉しい。なんかそういう時でもありますよね。うん、わ、うん、かる。いやね、また本当にさあ、いろいろあるじゃん。あ、で、ちなみに言うと、うん、この作者が戸川純がすごい好きで、はい、歌手の、うん、戸川純のこう歌詞がちょくちょく入ってたりとかしてて、あ、面白い、はい、そうね、漫画とさ、うん、音楽絡んでるとちょっと面白い、ね、上がりますよね。上がる、上がる、非常に、うん、そう、ちょっとね、これどんだけ刺さるか期待、別に、これ結構俺いろんな人に貸してんの、G 戦場に関しては、うんうん、で、ハマんなかったっていう人も全然いたし、うんうんうん、なんかちょっと重すぎてダメだなっていう人もいたし、俺と同じぐらい感動してくれた人もいるから、うん、俺が一番泣ける漫画、絵にちょっと癖はあるけど、はいはいはい、いやいや、でも私全然いける、好きですよ。女性が描いてますか、日本橋陽子さん。いや、すごい、なんか絵すごいですね、独特で。いや、ベタとね、うん、それ使うわけで結構線が太い、ね、めっちゃはっきりしてる線で描いてます、まあ、少女ファイトっていうイブニングで連載してるけど、ちょっとそういう系の絵タッチですね。
はぁ、楽しみ。ぜひとも。はい。というわけで、今月の交換書籍のコーナーでした。はい、よいしょ。すごい、交換書籍。いやー、わかる。でも本って、いいですね。なんか新しい自分が見えてくるじゃないけど、うん、そうだね。なんかこう、あの私、やっぱ今回も思ったのが、うん、中田H、まあ、おついちって言うけど、うんうん、おついちの書く、うん、多分女性、綺麗な女性が、うんうん、にみたいになりたいなって思う。あーね、わかるよ。そういう、こういう、こういう主人公だったらいいのになみたいなね。感触か、多分。でもこの おついちってやっぱり、うん、なんかこう自分がこういう男でありたいみたいなのもちょっと入ってるのかなって思うんですよ。でもおついちは結構本人がそうだからかもしれないけど、うん、弱い男の子が主人公になることがすげえ多いから、だから俺そっちに感情移入はしやすいの。あ、親族内の青とかさ。あ、はいはいはい。あと、好きなのはなんだ、暗いところで待ち合わせも好きだね。あれの主人公だから。読んだことないです。暗いところで待ち合わせは結構面白いよ。盲目の、ほぼ盲目の女の子の家に泥棒に入った男の人の話で、でもずっとそっから通報されるのが怖くて、ずっとその1ヶ月間ぐらい一緒に住むっていう。気づかれずに。そう、泥棒っていうか、なんか殺人容疑かけられちゃって、でそれで逃げてくるんだけど、逃走犯。はぁ、すごい。あるよね。だからさ、俺その小説読んで、うん、俺いつも小説読むときってどう読んでる、はい、なんか文字で読むパターンと、うん、映像化して読む人もいるのよ。あー、私は映像化しちゃう。あ、俺もそうなんで、うん、あの主人公とかを結構自分の周りの人とかにやったりするのよ、出てる人たちとかを。だからめったに俺が主人公になることはない、やっぱ。あー、その中でなんか一番こう精神が弱そうで、あのすぐ殺されそうなやつとかが俺だったりとかするそんな読み方？そう、私は普通に映像、なんかこの絵もあったから。あ、じゃあ役に当てはめて、早見ちゃんにして。そうそうそう、やっぱ百瀬がやっぱり早見あかりちゃんでどうなるんだろうみたいな感じもありましたし、うん、でもね、そのね、そのおついちが描く、まあ、女の人もそうだけど、うん、男の人も好きだな、うんうん、このなんかキャベツ畑に彼の声 の、 あ、ね、いいね、あの本田先生っていうのも、うんうん、ちょっと容姿がやっぱちょっと自分の好みの男にしちゃうんですね。やっぱその、まあ、そういうの人との、の恋愛を描いたやつだから。そうなんですよ、そういうのすごい楽しいね、うん、映像化してね、読む人は結構多いから、ぜひともね、やったことない人は。はい、そうなんですよ。先月私宿題は特に出してなくて、うん、今回もちょっと宿題を出そうかなと。あの鴨志屋さんにこういうのが欲しい、うん、リクエスト。あ、いよいよ、うん、じゃあ次持ってくるよ。どれがいいかな。あのやっぱりちょっとテーマがクリスマス。はい、クリスマスね、うん、いいよ。クリスマス、クリスマス系も何冊も持ってますか、私も、うん、脳内にも。クリスマスで、うん、で今回は学生じゃないやつ。オッケー、オッケー。クリスマス大人、大人、オッケー、大人な感じで。了解です。はいはい。すごいこれリクエストにハマりすぎてて、うんうんうん、感動しました。やっぱすごい、いいでしょうね。はったったに働いてませんから、うん、この間もね、うん、あの本当しょうもない話よ、うん、俺書店でも働いてそこそこなるのさ、バイトしすぎてて、うん、でこの間その店員、うん、で普通にバイトしてたらお客さん来て、うん、あれなんだっけ、なんか寿司屋が舞台の高度経済成長期って言った瞬間に、あ、握る男原浩一ですね、あの門川文庫ご案内しますって。すごいや、そんなすぐわかんのって言われて、俺ちょっと半に上げる、いやまあそうっすね、僕読んでたんでって言いながら渡したんだけど、すごい、バイトしすぎだわと思って俺自分で。その子すごい、だからすごい有名とかだったらあれだけど、いやでもやっぱちょっと有名だった、その握る男に関しては平積みになってたから、もう普通にちょっと話題になってたし、王様のブランチかなんかで紹介されたのか。あ、そうなんですね、っていうのもあるから。そうそうそう、はあ、なんかこの間そうアメトークでやってたじゃん、読書芸人でしょ、読書芸人、もうまたチャンス逃したと思って、結局ね、売れてないと出れないわけさ。それこそね、メープルのね、カズさんなんか俺、はいはい、結構ライブ一緒だったから、2、3年前まで。そっかそっか。だから結構いろんな、本当にね、メープル超合金のカズレーザーさんって本大好きでさ、うん、フィリップ・ケイ・ディックっていうその海外の SF 作家とかも読む人で、うんうんうん、だから俺がその人の小説の作品で、うんうん、ブレードランナーって映画にもなったやつで、アンドロイドは電気羊の夢を見るかっていう小説の表紙の T シャツを俺持ってたの、はいはい、で全部英語で書いてあるんだけど、それ T シャツでライブ会場入った瞬間、うん、あ、それアンドロイドのって言ってきたから、うん、おー、それぐらい好き、詳しい、はあ、年200冊って言ってたもんな、カズさん、めっちゃ読むの早い、すごい、ね、うんうんうん、私小説、これも休みの日とかにこう寝ながら寝て、ね、起きて、いやいやいや、ベッドにずっと張り付いて読んでました。
でもそれが気持ちよくて、なんかこう、妄想しながら寝れるから。そう寝る前の読書気持ちいいよね。気持ちいいですよね。で、あ、寝ちゃったっていう朝の起きて、どこまで読んだか若干あやふやになるっていう感じね。わかる、寝ちゃったっみたいな話をね、早く売れて、アメトークで言いたい、言いたい、せめてアメトークってさ、いろんなお店もあるでしょ、うち来てほしいんだよね。もう書店員側でいいから出たいんだよね。もうなんかね、でもそれでなんか本のことをちょっと聞こうと思って、なんかちょっとアメトークでも言ってたけど、新書と新刊ね、新刊は違う、全然違いますよ。僕もそれでバイト入ってすぐ怒られたんだけど、新書っていうのは本のサイズのことなのよ。で、まあ言ったら、なんて言ったらいいだろうな、結構その情報とか、例えばこんな食品は食べちゃダメだみたいなやつとかまたついちゃった、本の中には、結構そういうやつとか、あと政治的な本とかのやつとか、まあ、物語のやつは新書はないよ、ほぼほぼ。物語じゃなくて、結構情報系の本で、薄めのちょっと大きめサイズになってると新書っていう。で、新書は新書で大体棚で新書サイズだけで並んでるから、各、出版社が新書出してるから、で、新刊っていうのはサイズとかのことじゃなくて、1ヶ月内に出たとか新しく出た本のことを新刊、新刊の新書みたいな言い方もするしね。はいはいはい、そうなんだ、なんかそういうのがいろいろ思って、わかるわかる、俺もそれ最初分かんなくて怒られたんだ、ね、なんかね、こういう後ろのやつとかも、なんかこう分かんないのが、あ、すりとか、例えば位置ずりね、この間ちょっと言ってたけど、そう初版っていうのがまず最初に発行される本の冊数のさ、で、それが結構売れてくると追加発注みたいなことになる、それになると二ずりっていうやつ、はいはいはい、2ずり3ずり4ずりみたいなのがあって、売れてくるともうとんでもないとこになってくると。これはじゃあ最初で、それがちゃんと日付が出るわけ、新しく発注された日が一番最新の3になる、で、ね、これが、一番発行されたのが平成22年9月5日、初版第1ずり発行と、発行って書いてから4年後平成26年4月10日に第19ずりって、もうめちゃめちゃ売れてるの、この時ちょうど映画やった時かな、多分、ね、なのかな、あ、そう、2014年だから、すごい、やっぱね、そう、そういうのも漫画とかもすごいのよ、だからこの冊数がどんどん増えていくと、何ずりって、本屋の、これ答えられる範囲でいいんですけど、本屋のストックってどうなってるんですか、なんか、その、なんかよく見るのが、多分新書とかは下に、新しいやつ、新刊、これね、結構ね、本屋さんによると思うんだ、で、そんなにね、在庫抱えられないのよ、基本的には返しちゃうから、だからマジで、漫画とかは違うと思うんだけど、基本的に俺が思ってるイメージは俺だけのイメージだけど、書店さんに出てるだけがストックよ、やっぱ、はい、で、はいはい、平積みとかになってるやつが、ちゃんと引き出しとかの中に入ってる、うん、いっぱい売れるやつだから、棚差しになってるやつはやっぱ基本的には一冊しか入れてないと思う。なるほど、そうそうそう、私だからすごい本屋とかで欲しい本とかあって、で写真集とかってやっぱなんかこう前も苗とか取り寄せしますかって言われたことがあって、だから今なんかあれなんですね、本屋の在庫数も調べられる、自分で、そう、いけるし、そうで、で欲しいのがあって、それが佐々木希の写真集が欲しくて、でもなんか店員さんに言うのが恥ずかしくて、なんかすごい三省堂でずっと私こうやってもじもじして、でもあそこにあるの分かってるから、でも高いな、取れないなーって思って、そのなんかずっともじもじして、そうそうそう、で勇気を振り絞って、あれが欲しいですって、恥ずかしかったですけど、でもこれだ、代官山の蔦屋書店に、はいはいはい、出た、アメトークに出てた、そうそうそう、でもその超おしゃれ書店ね、そうそう、その前にも何回か行ったことあったんですけど、そのアメトークやる前にたまたま行ってて、で、あそこ2階とかもなんか CD があるスペースとかになってて、で、なんか本も面白かったんですけど、すっごい2階で気になる CD を見つけて、ほうほう、結局ちょっと買ってないんですけど、なんかジブリの曲かけるラップ、おいや、ラップ、面白いね、テクノとかは俺聞いたことあるけど、なんかあるじゃないですか、ジャズアレンジみたいなやつとかは、そうそれは聞いたことある、そうなんですよ、ラップで、ラップがあるんだ、その要はそのジブリの有名な曲 の海の見える街とか、有名なテーマがあるじゃないですか、あれをリフレイン繰り返すようなかけして、で間にちゃんとラップを入れてとか、それめっちゃ気になる、そうか、海の見える街とかだったらまだ分かるんですけど、このテルの歌とか、へー、戦記、そう、なんかすっごい主張して飽きなくて、2時間ぐらいいちゃって、
買わなかったんかい。買わなかったんですよどうしようと思って、いやでも、高くもなかったんですけど、まあまあね、その時他に欲しい CD とかもあって、そう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 、予算で、自分の決めた予算で行ってる時に新しいやつ見つけると本当悩んじゃうよね。そうだからあの私ガチで図書券とか、うん、CD 買える商品券とかマジで嬉しい、うんうん、なんかすごい金金してるけど、いや全然そうよ。いやでもマジで嬉しくて、あの本当にそうなんです。でも今やっぱ買ってこう買わなくて後悔してるから、うん、もうあの CD は絶対買おうと思ってるんですけど、うん、そう超で普通にいいんですよ、うん、英語のラップなんですけど、しかも英語なの。そう、すげえ。そうそうそう、はー気になる、マジで超かっこよくて、なんだっけな、なんとかピアノセットワークスっていうグループがやってて、そうなんですよ。でその基本ピアノのピアノ、そう私ピアノやってるんで、うん、そのピアノのバッキングとラップっていうのがかっこいいなっても思ってたんで、そうなんですよっていうのがあって、あとあのレディーガガの新譜を聴いて、うん、レディーガガ今回、うん、なんかそのレディーガガの帯もすごくて、うん、でなんかガガ人間回帰って書いてあったんですよ。どういうこと人間にか回っても回って帰ってくるってことでしょ。そうそう、人間じゃなかったの途中まで。あの人原点回帰は聞いたことあるよその人間回帰、ミュージシャン原点回帰は聞いたことある、うん、人間そうこんなんか今回はのアルバムどういう人間じゃなかったのガガって、あの徹子の部屋に出た時とかあれも確か人間からだいぶかけ離れた姿でやってたけどうん、うん、なんかそういうのね、今回なんかガガの、うん、あの結構ありのままが生タイトルがあのガガの本名なんですよね。あーなるほど、いいね、なんとかなんで、それで、うんうん、あの今までやったような感じじゃなくて、まあ、ちょっとこうシンプルな感じとか等身大な歌詞をどんどん出してくるみたいな、ね、感じで、それで人間回帰でもしっくりくるなと。人間回帰って言葉すごいね、うん、だってすごいですよね。宇多田ヒカルの人間活動再開みたいなことでしょ何してたのじゃあ今までみたいなことでしょ、うん、人間活動終了か、人間活動終了したんだよね、うん、宇多田ヒカルはね今人間じゃないんだよねそしたらすごいよね宇多田ってね。でも宇多田がそういう風に言っても違和感ないですよ、ね、そうだからそうレディーカガーとかもいやコントモノはやばいってコントモノはだからやばいんだって、ほんと全身タイツ着てねショートコントばっかやったやつが、うん、ショートコントやってるやつがまずコントモノって言うんじゃねえよって思うし俺は面白いです、すごい、うん、いやここ最近さ、うん、全然話変わるけど、うん、1ヶ月間ね、まあ、前ここで来た時の話かもしれないけど、うん、俺ペルソナ5をねうんうん、うん、やってるんだけど、前もねこの時来た時にやり始めてすごいハマってるって言ってたでしょ、うん、もう120時間ぐらいやってんのもう今や、あセクハラ教師、セクハラ教師かもしれない、うんうん、かもしれないすぐるか出てくるんだけど、うん、いやもうめちゃめちゃ面白いのとにかくペルソナは、あぜひやってほしい、ゆうこさんとかもで結構女性キャラとかも出てきてて、うんうん、でなんて言ったらいいか、ちょっとねギャルゲー要素とかも含まれてて、うんうん、男とかもいるんだけど、うん、男友達とかの友情とか恋愛感情とかどんどん含め、よくしていくことによって、うん、RPG としてどんどんあの新しい技を覚えたりとか、うんうんうん、自分のパラメータが強くなったりするみたいなゲームなのさ、うんうん、ペルソナだからダンジョン行ってない時間もすごく大事にしましょうと、人と会ったりとか自分磨きしましょうみたいなゲームなんだけど、うんうん、もう途中でね付き合えるのよもう、おいろんなキャラと、いいの、そうで、うん、すごい好きな、その中でも気に入ったキャラがいて、うん、付き合ったんだけど、別のキャラともちょっとそういういい感じになったの。おでどうやらペルソナは普通に浮気して OK らしいの、いろんな彼女と、ときめもと違ってね、そういろんな彼女と付き合って、うん、であのクリスマスとか、うん、バレンタインみたいなイベントとか一緒に過ごしたりみたいなこともできるんだってさ、うん、で大体みんな浮気するらしいんだけど、うん、そのなんかした方がぶっちゃけパラメータも上がりやすいの、いろんなの、うんうん、した方がいいし、だけど俺どうしても、しかも本名で俺やっちゃったの、主人公の名前鴨志田道明っていう、うん、だからねどうしても浮気できなくて、一人のやつだけ付き合って、うん、でその一人のやつだけやったんだって話をみんなにしたら、うん、超気持ち悪いって言われたゲームで何そんなんか自分通すみたいな気持ち悪っつって、うん、すごいピュアな、だからもう次の2週目に入ったから俺はそのちょっとデータ引き継ぎみたいなのがあったから名前変えられたの、そう名前を鴨志田道明の本名じゃなくて、うん、もう吉原で遊ぶ人とかって吉原友人って名前にしてこんなやつは絶対女遊びしかしないっつ、なんでそんな極端なの、なんかこういきなり俺は遊び人だみたいな、いやもう別にいいじゃん、やだやだもう別にいいじゃん、女キャラとじゃあそんなこと言うんだったらじゃあ遊ぶしと思って、もういきなり俺最初付き合ったキャラがもう委員長のすごい真面目なキャラだったのね、うん、もういきなりもうギャルと付き合ったからもう吉原友人だったら、うん、ギャルと付き合ってやったわと思って、
キャラ変しちゃったんだ。そう、キャラ変して。だから、もう、だから、本名でやっちゃうから、ペルソナ何個かね、選択肢あるんだけど、本当俺が言いそうなことばっか言うの。俺が言いそうなことばっか選択肢選んだら、そんなにいい主人公じゃなかった。そんなによくもパラメーターがねし、リアルだなと思って俺、うん。なるほど。面白いなぁ、いきなり遊ぶ人。いきなり遊ぶ人になっちゃった。だからその後2周目は多分3周目に入るから、うんうん、3周目はもう結構パラメーターも完璧で、うんうん、すごい強いボスとかとも戦えるようになってるはずだから、うんうん、でもパラメーターもなんか頭の良さとか、うんうん、器用さとか、うん、優しさとかある、うん、でも途中で俺もマックスになっちゃったから、うん、吉原友人は、うん、もういろんな女と遊んだからだし、うん、そう友達とかも遊んで、うん、勉強もしてみたいな、うん、学校の試験とかもあったりするんだけど、うん、すごいな、名前負けしてない感じ。そう、めちゃめちゃ良くて、で、うん、だからもう完璧人間になったから次の名前の出来すぎ秀俊にするわ、とりあえず。 あのドラえもん出てくる出来すぎ君の本名ね。あ、そうなんだ。調べて、俺初めてだ。英語の A に才能の才って書いて秀俊なんだって。わぁ、すごい。超かっこいいよね。出来すぎ君どこまでできる男なんだよ。そうだよね、出来すぎ秀俊だなと思って次は、うん、次は出来すぎ君。いやだからそう、だからそう、うん、やってほしいなと思って。あ、入れたい、ペルソナシリーズ。なんかでもね、でそういう時だったらどうする、ゆうこさんはちゃんと自分から切り離して、うん、これゲームだからと思って結構いっぱい付き合っちゃう。あ、付き合うタイプ。え、うんうん、私はパラメーターのためなら何でも。あ、ほんと、うん、パラメーターのためだったらすごい何でもする。すごいデブでハゲ散らかした社長。僕といいことしたらパラメーターめちゃめちゃ上がるよって言われたら、オッケーって。マジで我慢我慢みたいな。ほんとに、いや、すげえ割り切れるなこの人。だってゲームクリアしていかないと。で、その先にもっとイケメンとの、いや、じゃあ例えば1周目、1周目だとしてもそれやれる。あ、やるやる。マジで。だって1周目から主人公行ったらちょっと難しいから、主人公というかあのメインのキャラ、他のメインのキャラだから、うん、だからハゲデブ親父も絶対行く。興味のない人からどんどん私はあの潰していくエンディングです。マジで。俺全然違う、本当逆だね、本当に真逆だと思ったそれ聞いて。うん、で、だって自分のためだから。自分のためだけどさ、うん、俺やっぱその子のこと考えちゃう、この子のこと傷つけちゃうんだろうなと思って、浮気とかしたら。そこは私やっぱこう3次元と2次元を割り切ってるかな。うん、割り切ってる。あ、でもちゃんとうわーかっこいいっていうとこももちろんありますけど。そう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 、なるけど、そこまでそれ第一方面にしないんだ。うん、あー、マジで。なー、あのでも中学校の時とかピュアだったから、そういう感じでしたよ、うん、けど誰が中学生だもん。人差しを28だぞ。あんたより年上なんだ俺。誰それ指さして中学生みたいなって言ってた。コントものって書いてあった中学生だそれ。クソ中二病だろこんなやつ。そうそう、だから中学校の時にそういう男に裏切られたから、うん、そういう意味でね、が今がある。なるほどね。私はもうパラメーターのために何でもするっていう。何でもできる。うん、女。いやー、うん、いいなー。そう、でもなんかこう自分の、そう、私名前も前も言ったけど、私ゆゆこにしちゃうと、うん、あの登録なんか大体の名前はなんかこう人も人単語で登録されてるんですよ。なんかこう、うん、なんか香りだったら香りでちゃんと出てくる。よくあるって言ったらあれだけど、うん、まあ出てくる、多い一発変換で出るからね。うん、ゆゆこの場合は、うん、こう文字をつなぎ合わせて多分声優さんが言うから、うん、ゆうこみたいな。あ、変なインテリションになっちゃうね。そう、まあ、感情移入っていうか、なんか入ってこねえわって言ってすぐありきたりの名前にします。なるほどね。いつも、うん、どんなのにしたの、例えば。え、なんだっけな、ミカとか。ミカとか、なんかほんとそういう感じですね。ユーナとか、なんかあの、その時パッてテレビで見たアイドルの名前とかにしたりとかして。へぇ、うん、そうそうそう、そうなんや、なんだね。はい、なんかもう、やっぱ自分の名前にしちゃうんだよね、これ。うん、私もしたいんですけど。まあね、まだそういう音声になっちゃうやつだとね。そう、ね、いやペルソナにほんと時間取られちゃってて、うん、うん、あの百何十時間、でも俺の周りにね、すごい、うん、すごいやつがいて、あの、うん、PS3 とか PSP、PS4 になると、うんうん、トロフィーシステムっていうのがあって、うん、オンライン上であの世界中の人がいろいろやってるんだけど、うんうん、で指定条件をクリアするとトロフィーがもらえるの、そのゲームで、はいはいはい、で、まあ、全クリしたとか、うん、例えば初めてペルソナ5だったら初めて彼女ができたとかで、うん、ブロンズトロフィーが出たりとかするんだけど、うん、それがなんか50個ぐらいミッションがあって、はいはい、それ全部集めるとプラチナトロフィーっていうのがもらえるの。でこれが全世界で 2.4% しかいないの、はいはいはい、プラチナ取ってる人がね、ペルソナやってる中で。すごい、うん、俺のあの芸人友達2人ともプラチナ取ってたからね。え、全世界の 2% に入ってる。全世界の、こいつら全世界の 2% に入ってんのかと思った。すごい、怖っと思って。すごい。そう、190時間とかやったって言ってたのな。わー、
すごいな、ね、これが本当暇人の出せる技だよね。いや、芸人しかできなさない。そう、最近でもあれです、あのゲームの実況動画を見始めてて、あの、まあ、普通になんかあの脱出ゲームみたいなやつとか、ほう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 、なんか結構暗い系見てて、いや、いいじゃん、いいじゃん、精神病棟から、ね、あれサイコブレイクじゃない、違うか。いや、イタリアのゲームでなんかね、ほんと暗いんですよとか、なんかそのいろいろ見てて、うん、で最近あのコールオブデューティー、はい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 、あれ、そう、あれの、うん、あれをなんか昔ちょっとやったことあって、あれ難しいですよ、うん、なんか特に女の子だったらちょっと飽きちゃうしみたいな、で、それをあのカップル同士で実況みたいなのを見て、なんか女の子はわかんないみたいなやつやってて、それを真顔でずっとこうやって見てるっていう。あーいいね、いいね、いいな、いいなって言って、そうそうそう、そうそうそう、それを見てるっていう。でもゲーム実況は結構、ね、結構あの頭のいい人がやるゲーム実況すごい好きなんですよ。なんかすげー文化だよね今ね。そうだからさ、ゲームをやってるさ、そのタレントさんでもない人がさ、やって、それでご飯も食えちゃう人もいるわけじゃんか、うんうんうん、ゲーム実況ので、今年町会議っていうのに俺出てさ、ニコニコので、それで実況生主の人とご一緒させてもらって、すごい、俺それまでしたことがなくて、その見たこととか全然なくてさ、実況動画で、かまいたちの夜っていうね、あのホラーゲーム、まあミステリーゲームなんだけど、サンドノベルっていうやつでさ、でやってる人がいて、で俺それやつがそもそも好きだったから、その人の実況見てみたらめっちゃ面白いの普通に。だからなんかタレで普通に会社員やってて、YouTuber のその生主の事務所も入ってるみたいな人なんだけど、その人は、で綺麗だしさ、なんかすごい、なんか思ってる YouTube みたいなもののイメージとだいぶ変わったなと思ってさ、昔比べてね。そうですよね、頑張んなきゃなと思って、芸人さんはより、より、な、私もなんか全然あの動画の再生回数とかやっぱ、上げるの難しくて、ね、なんかほんと PV とか作ったりとかしないと、ただのライブ動画なんていっぱい上がってるから。そうだね、 PV なんかね難しい。だからそれこそ今年跳ねたところで言うとさ、まあ、ミュージシャンの人目の前にしてるのがあれだから、岡崎体育とかすごい大成功してるから、 PV 戦略で面白かったもんな。なんかね、そのな、こう、なんて言うんだろう、再生回数上げるっていう意味では、誰かの歌のカバーとかですごいアレンジをしたっていう方が結構話題性は上がったりっていうのがあるのかなとは思うんですけど、まあ、それでね、リンクとかで自分の、そう、ちゃんと自分の曲をね、ちゃんと聴いてもらう意味での名刺としてのね、だから YouTube とかでね、 YouTuber とかで再生回数上げてるって、ピコ太郎さんとかね、ね、そうそうそう、本当にすごいからね、あれだってもともとめっちゃ売れてる芸人さんだからね、ゆうこさんは知ってるか知らないかと、まあ、結構ネットとかにも上がってるか知ってると思うけど、小坂大魔王さんね、もともと小坂さんだもんな、すごいなと思って、ね、小坂ジャスティン・ビーバー、ね、そうね、リツイートしてみたいな。私ジャスティン・ビーバーもフォローしてて、あ、なんかフォロー、あ、なんか見てるんだと思ったら、まあ、なんか次の日からどっかのか、なんかいろいろ出てきたりとかしてなんかめっちゃ面白い話があってさ、面白い話ってハードル上げるのもあったけど、なんか今ね、あのお願いランキングっていうね、はいはいはい、あの番組あるじゃんか、それのアベマ TV 版っていうのがあって、はい、ありますね。それで、あの後ろでやってるやつ、そう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 、で、芸人同士が戦う、あのコーナーがあるんだよ、ネタでね、で、その中でとある芸人さんがあのツイッターの、あのいいねの数で、その地上波の方に出れるかみたいな決まるの。で、それで、あのとある芸人さんがジャスティン・ビーバーにギャグで、ちょっといいねしてくださいとか、リツイートしてくださいっていうのが書いたら、それ自体がまずジャスティン・ビーバー無視だったんだけど、その芸人さんのこと、でもジャスティン・ビーバーのその記事を見る人ってリプライのところも見れたりするじゃんか。それでいいね200とか稼いじゃって、で優勝するっていう、わ、それずるいな。そう、大爆笑したから、でもそれ、面白い、そのやり方あるんかいって。あ、そう、でも私この間、あのイラストレーター の、あの山品さんって知ってます？なんかあの、ほうほうほう、結構あの胸キュンの画像を、あのアップして、そう、なんか本とかも今出してると思うんですけど、ほうほうほう、その人になんか私感想をなんか、送って、そう、なんか引用リツイートかなんかで、あ、引用リツイートね、そうしたら、なんかその人がリツイートしてくれて、そしたらいいねがめっちゃ来て、ね、めっちゃ焦った、ね、それで、でもなんか多分その人途中で消してくれて、そっからいいね止まったんですけど、私、え？みたいな、いや、あれビビるよね、すごいびっくりしました。だからプロフィールのとこにやっぱこうすぐ自分の
情報を載せておけるっていうのは大事ですね。それで音楽やってる人なんだみたいな、まあ、コントものとかね。やめろよコントものとか書いてねえんだよ、コントものは歌いものみたいな私は書けばいいのかな。やばいよやばいんだって、やっぱあの物ってやばいんだって。コントものはやばい、やばいよね、怖いよ、ほんと恐ろしい、怖いですよ。もうあっという間にあと5分。あー来た、早い。今月も、そして今月は、うん、無観客試合の、うん、無コメント試合、初めての、YouTube を見てる皆様、うん、そういう日もあるんで、YouTube ね、今見てくださる方々、絶対に本放送を見てください、うん、そしてコメントをください。あなた方で、うん、ね、番組が作れますからね。あなた方のねコメントをきっかけにしていく、うんうん、話しこれだったら今日はねもう完全に2人だけでなんとか、うん、なんとかやりくりしましたから。やりくりした。じゃあ来月はコメントもね来るようにして、はい、2人からコメントを来るように頑張ります、うん、低いなせめてせめて、ね、見に来てくれたりでも、ライブもね、やってますんで、はい、もう終わったらもうほんとここで言えない、もうとんでもない下ネタ全部言います僕は、もうほんとに放送に載せられない下ネタ全部言いますんではい、それほんとお楽しみにしてます。なんで下ネタなの。はい、もうえぐいネタから業界の裏話、下ネタ、ね、全部言うんで、うん、はい、全部遊びに来てください、はい。ということで、じゃあ告知の方から先にしていきたいと思います、はい、ね、はい、私の方からどうぞ。11月、次のライブは11月、うん、27日ここ宝のババジェットロボットで、はい、通常ブッキングのライブと、はい、11月30日北参道ストロボカフェで、はい、なんと久々のゆり子バンドであります。カホンとギターとピアノと歌でやって、うん、私は鳥の9時15分ぐらいから出番なので、うん、よかったら遊びに来てください。で、12月は、そうです、ここ18日、ここでですね、うん、歌合戦がありますので、それもユースト配信もあるので、うんうん、こちらの方で、あとは随時更新していきたいと思いますので、はい、チェックお願いします。はい、ありがとうございます自分たち、はい、はい、じゃあ私カムシャセブンはですね、はい、まあ、今月まあいろいろちょこちょこライブ出てるんで、それはツイッターの方見ていただきたいんですけども、うん、12月に結構大事なライブもさらに2つありましてですね、決まってる2つライブあってですね、1個が、うん、まあ、よくここで告知しますけど、ウルトラトークブンダーという、うん、ウルトラマンの話をするライブがありましてですね、はい、青いジャケットのやつ、そうですそうです、うん、で科学特捜隊のね、ジャケットをイメージしてるんだけども、うん、で、ゲストにウルトラに関わった人が出るんですけども、今回はウルトラマンティガからウルトラマンメビウスまで、うん、カメラマンをやっていた倉持さんという方が来ますんで、うん、もうそれってほんとすごい人ですよね。めちゃめちゃすごい人です、はっきり言いますけど。窓屋、あれ窓つぶらやで、ね、ま、勘弁してくれつぶらやつぶらや、そうね、つぶらやプロのね、うん、しっかりとした作品の、うんうん、カメラマンでもういろんな裏話聞けるんで、うん、前回はね、造形師っていう、うん、着ぐるみを作る人、うん、とかもね、結構ね、着ぐるみ作る人ってすげえ打ち合わせとか脚本とかの読み込みしないと無理なんだみたいな話を聞いて、うわーってなったりとか、あと怪獣の名前の由来とか全く非公開だったやつ、非公開っていうかみんな知らなかったことを言ってくれたりとかしてて、やばい、めちゃめちゃ面白いんで、これが12月10日、はい、秋葉原 0G というところでやっております、はい、秋葉原 0G って言ってますけど、秋葉原から徒歩15分、浅草橋からだとより近いんで、はい、くださいっていうのと、うん、12月15日にミニライブというのがございまして、うん、こちらですね、若手4組がですね、3分2分1分のネタを2本ずつ計24本見れるライブがございますので、すごい、ネタだらけ、1組6本やんのよ、すごい結構ハードなライブなんで、ぜひ遊びに来てほしいです。これも、はい、秋葉原 0G にて12月15日、はい、開演19時半でやっておりますので、うん、遊びに来てくださいと、はい、いうことでございます、はい、あと何分、あとね、3分。いやもうね、やっぱね、俺、うん、ほんとね、自分で言うのもなんだけど、うん、ファインプレーだなって思うのが、うん、告知をね、時間ある時にしちゃおうっていうことがすごく大事、うん、告知の途中でね、切れちゃうのはほんとこう、ね、うんうん、もったいないから、もったいない、うん、うん、だいたい5分前ですかね、うん、あ、もうここからもうアイドリングですね、もうもうね、もうゆっくりした、もう無言でもいいかもしれない、無言は本当に2人でこうやって、うん、なんだっけ、やばい、太い、寂しい、こうやってるんだって、うんうん、これ絵面やばいよ、やっぱやばいやばい。でもさ、今日さ、すごい、うん、恋愛のトークもあったりとか、そうだね、お互いの活動のこととか、うんうん、すごいなんかより仲が深まった感じかなと思います。前回にやっぱね、それこそ、うん、ここの単独と、うん、あとやべえライブの話をしたばっかだったからね、うんうん、やっぱお互い気になってたし、23、24で、いやね、ね、やっぱ今回の私 の, ベストヒットワードはやっぱコントもの、やめろよやめろよ、もう痛いんだよ、ね、俺は超面白い、
やばい、コントもの欲しいよね、本当に。すごい SNS とかさ、要は日記じゃん、うん、日記帳をさ、なんで気軽に俺はこう全世界に発信できるようになっちゃってるって怖さだよね、うん、怖い。日記だって昔自分だけしか読まないからいいとかさ、あるじゃんか、恥ずかしいこと書くじゃんか、うん、俺なんかもう裏アカウント持ってるからね、俺、あー、ツイッターなんかもうそんなのがもし公開されたら、まあ、履ける場所とかね、出せた方が、ね、あれさ、私前のこう2年前ぐらい、2年前じゃないか、1年前ぐらいのやつとか見てて、うん、なんかそう、なんかバーって見てて、なんか告知したいのがあって、あ、なんだっけなんだっけって思って見てたら、1年前ぐらいまで遡っちゃって、うん、そしたらなんか、あの、やべ、酔っ払って冷凍庫にリモコン入れっぱだったっていう、うん、つぶやきがあって、バカ丸出しだね、もう本当に起きたら次の日、な、あ、酔っ払うと何でも冷凍庫に入れちゃうって話だと思って、聞いた聞いた聞いた、そうそう、それをつぶやいてて、あ、しっかりしようと思った、うん、そうなんです、 SNS でもそうやって振り返ったりするのもね、楽しい、面白い。そしてね、何せこのゆうこさんのね、あ、新しいアルバム、はい、世界の中で皆さんご購入お願いします。はい、ということで、じゃあ、はい、番組締めたいと思います、はい、以上、カモシャセブンとゆうこの21時のめちゃくちゃでした。